今回もまた人が一人います。欲しいものは全部手に入れたつもりだったけど、新たに欲しいものができました。お前らの泣き叫ぶ声と血だ。総師範 KSK に負けるっていうのがどういう意味か分かってる。俺に負けたらお前は終わりだ。ガキの頃、まあ、みんなそうだと思うんですけど、死ぬのめっちゃ怖くて、本当に欲しいものって、まあ、死ねる理由か実感なんですけど、このオジリウム勝てば手に入ると思ってます。その実感、理由欲しいですね。ドキドキしたんですよ。みんな同じぐらいのレベルな人たちだと思ってたし、ちょっと第3回ぐらいからどうしてもレベル差がありすぎるなって思ってて、俺を一人ぼっちにさせないでほしい。まあ、喧嘩って売られたらすぐ買ってその場で殴り合うもんだと思うんだけど、だけどなんか2ヶ月体作るから待ってみたいな、えって感じじゃないですか。俺は今すぐできるから。ただ俺は格闘ゲームで勝ってたことがないんです。だから未だに革命を続けている。それはある種の呪いであって、ルサンチマン的なものである気もするんですけど、もしこのオジリーグで勝つことができたら呪いが解けるんじゃないか。前回の臨死体験が俺の脳をやはり焼いてくるわけですよ。近づくにつれてプレッシャー増えてるわけで、この大騒ぎという形を保っていられるか、自分でもそこが心配ですね。重要なのは人体なんですよ。本番に向けて同じような動きするやつとスパーしてます。資格はありません。オジリーグはいい、生死をかけた戦いもいい、だが許せねえのはアールの野郎だよ。なんだあのコメント動画の盛り上がりを、なんで俺より目立ってんだよ。ああ許せねえ。This is じゃなくて I am だろうがよ。オジリーグ4。はい、ついにやってまいりましたオジリーグ4でございます。主催の黒人です。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、そして実況を務めます七井です。よろしくお願いします。ついに、はい。来ましたね。来ましたね。第4回。いや、こんなまた大げさなね。なんか施設でやってますけど、本当ですよ。しかも今人数もね9000人ぐらい見てるんですよ。みんなバカじゃないですか。本当だ、すごい。出てるやつすげえ弱いやつばっかりですよ。だってまだ始まってないのに。やばいっすね。ありがたいことですけどね、本当にね。本当ですよ。いや本当ですよ、はい。で今日はねあれなんですよ、あこれ奈良君が言ったことね、これ。はい、そうですね、はい、今日は初めて見る方もいると思いますので、はい、で簡単にオジリーグの説明をお願いいたします。あ、そうですね、すいません、すいません。今日はレッドブルゲーミング数学からそうお送りしております。はい、レッドブルさん本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
くないでしょあれ。あんな豪華なステージですか。そう。ちょっとかっこよすぎますよね。ね。あとで多分映ると思うんですけど。そう。なんか、うん、もうちょっとなんかそのゴミ箱とかそういうのがいっぱい映ってるところでやりたいですよね。なんかすごい小綺麗になっちゃって。そうそうそう。でもね、オジリーグも、ね、成長しましたよ、大会でね。そうですよね。はい。ありがたい話でございます。はい。はい。そしてね、オープニングの PV なんかすごい豪華、かっこよくて。かっこよくて。ねありがたいです。あれもだってあれですよ、ミートたけしとか。そうですよ、ミートたけしとか作って、石井さんが PV 作って。そう、いろいろやってますから。手弁当で一応やってます。ハンドメイドは。ハンドメイドです。一応手弁当でやらせてすごいですよね。はい、すごいですね、はいはい。さあ、そして、それではですね、まあ、早速、初めて見るあ、マイク小さいらしいですよ。マイク小さい。あ、聞こえます？あ、あ。どうですか？どうですか？聞こえますか？これは聞こえてます。マジ聞こえない？あ、あ、あ。クラカンの音。どうですか？クラカンの音がする？ちょっとそれだけちゃんとしっかりしましょうか。確かに。そう。でもね、今見栄え的にかなりいいんですよ。あの、この七井君のパーマ姿が相当いい感じで女リスナーが喜んでるんじゃないですか。いや、そんなことないでしょ。そんなことないです。その俺がいると余計入るでしょ。差がすごいから。合コンで横に。何笑っとんだお前。え、なんですか。合コンで横に置いてくみたいな。何笑っとんだお前。全然笑ってないです。俺を使って利用してみたいな。そんなことないです。すごい。ふざけるな。いや、そんな黒人さんもね、かっこよくて。僕もちょっと痩せましたからね。あ、そうなんですか。XL が切れるようになりましたから。分かんなかったな。うん、これオジリーグ T シャツね、はい。あ、出た。めっちゃいい。そうなんですよ、いいやつ、これ。はい。皆さんね、買ってくれました。ありがとうございます、本当にね。どうですか、音量。大丈夫そうですかね。あ、あ。なんか横向くと小さくなるらしいんで、極力。あ、なるべくじゃあマイクに近づいてね。はい。わかりました。こんな感じでいきましょう。はい、やっていきましょうか。じゃあ、はい、ついにルール説明しても大丈夫ですかね。はい。ルール説明していただいて。はい、俺が今なんですね。そうですね、はいはい、じゃあ今からオジリーグのルール説明したい、ルールっていうかオジリーグの企画内容を説明したいと思います。はい、オジリーグとは、格闘ゲームシーンに携わる裏方のおじさんたちを集めて、誰が一番強いのか誰が一番弱いのかをはっきりさせる格付けバトルです。総当たりのリーグ戦となります。はい、まあ、誰が一番強いのかも注目でございますが、はい、まあ、誰が一番雑魚なのか、はい、まあ、誰が一番ゲームやってこなかったのか、真面目じゃないのか、はい、ふざけてこの場に来たのかっていうのを、はい、まあ、注目していただきたいなと。そうです、まあぶっちゃけ強いやつなんかね興味ないですよ多分ね。誰が今日負けるんかいなくなるのかっていうのはね楽しみにしてると思いますので、はい、それでございます、はい、さあそれでは、まあ、早速ルールの説明をしたいと思います、はい、お願いします。はい、基本はカプコンプロツアーのルールを準拠します、うん、もうなんかすごいですね、ここでカプコンプロツアーの名前が出てきちゃうからそうですよ、CPT 準拠ですから、はい、そうですね、CPT 準拠でやっていきます。準拠ですからね、はい、総当たりのリーグ戦となり勝ち星のみを考慮、はい、直接対決結果は無考慮で順位を決めます、はい、直対結果関係なしと。関係ないです、だけ、はいはい、勝ち数だけです。でお願いいたします、はいはい、1位および最下位の星が同点の場合、男の一先勝負で順位を決定いたします、はいはい、これ前回もありましたね。そうですね、最下位とかも最下位トーナメント優勝もそうでしたっけ。優勝はどうでしたっけ。いっぱい同士だったから多分そうだったような気がしますね、はい、多分ね、はい、前回はね終わりもトーナメントになってすごい熱い戦いが繰り広げられましたが、はい、そしてトラブルについて、声でないトラブルで試合が続行できない場合はその場で即再試合となります。はい、そうです、はい、そしてラウンドゲージ再現一切なし、完全にやり直しでございます、はい、やり直しです。とはいえ悔いでなくスタートボタンを押した声 で、はい、声でない場合はまあ問題ないと、はい、その場で審判の掛け声で試合を再開します、はいはい、勝手に再開した場合は再開したプレイヤーの負け、負けです。話が聞けないやつはってやつですね。そうです、話が聞けない大人は死ねえということですね、はい、ゲームやる価値なしと、やる価値なしと。 CPT 準拠って言ってますけど、これだけはルール採用しますんで、あ、そうですね、なんかしけちゃうのもね。そうです、今回の CPT ルール準拠だとあれですね、スタートボタン押した方が負けになっちゃうんでね、はい、でそれだけはオジリーグだけではなくてですね、再スタートということでやりますんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ですが、はい、参戦メンバーの紹介に入りたいと思います。じゃああれなんですよ、今日一人ね遅れてるやつがいるんですよ。なんかに逃げたっていう噂が、あ、逃げたやつがいるんですか逃げたっていう噂が、なんか野田龍太郎ってやつがなんか遅れてるらしい。まだ到着してない、まだ来てないんですよ。まだ来てないって言ってるんですよ。まだ来てない、そうなんですよ。なんかね逃げた可能性が一番ある。あんだけ吹いといて人の形を俺は保ってないと思うとか言って、保ってなかったんじゃない、保ってなかったのかなもしかしたらもういるのかな野田は。あ、漂ってるとかなんか空気中に、そう、確かに人の形はしてないけどな。 あの辺なんかそれっぽい色してます ね、いるのかもしれないね、ちょっと言えないけど。そうで野田さん遅れてるんで、一応ねあの野田さん以外をじゃあ紹介したいっていう感じで、はい、いきますか。そうですね、はい、お願いします、はい、メンバー紹介に入る前にですね、はい、視聴者の皆さんにお知らせがございます、はい、放送の概要欄に記載ございますが、うん、今回ギフトプレミアムコメントを利用していわゆる投げ銭が可能となっておりますが、はい、投げ銭いただいた場合は全て運営の、うん、
方々にそちら入るようになっておりますので、はい、投げ銭いただく場合はそちらをご了承の上でお願いいたします、はいはい、選手個人には分配されませんのでご了承ください、はい、全部僕に入ります、お願いします、はい、僕全部こっちに入ります、はい、でもあれです、あの各選手のギャラをお支払いしているので個別に、はい、あのギャラが支払われて安心してください、お願いします、アピールしていただければなと思います、はい、それでは早速メンバーの紹介を順番にやっていきたいと思いますので、はい、それではちょっと告示さん、また後で、はい、わかりました、じゃあ七井君よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。それでは一人ずつ紹介していきましょう。オジリーグ3第8位二勝六敗大須明さん、回んないといけない、押せ凍結、え、押す、あれ押すのこっちから回す、もうた違う人じゃないそれ、あれ押す、押す、押す、え、誰、え、どういうこと、どういうこと、誰それではあのまず一つよろしいですか、何かな、七井君、大須明さんではない、オジリーグで散っていった者たちの願いそのために私はオジリーグの器となっている、死んでいった彼らが望むのならば私は大須明となろう似てる、これはそのためのマスク、じゃあ今日は大須明さんの代わりにフルフロンタルさんが出場されると、凍結フロンタルだが別人ではない、別人ではない、私は大須明でもある、でもある、そうだ、なるほど、ありがとうございます。早速、まあ、こういう感じで今日は進めていきますので皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、礼儀の話をして失礼しました、失礼いたしました。それでは改めましてですね、自己紹介よろしいですか、あの大須明さん、よろしくお願いします、大須明さん、はい、前回第8位とよろしくお願いいたします。年齢と元々やっていたタイトルとか今何をしている人とかざっくりとご紹介いただいてもいいですか。年齢は今41だあ、戻ってきた。 e スポーツフォトグラファーをしている e スポーツフォトグラファー指揮官とかじゃなくてモビルスーツとかではなくて e スポーツフォトグラファー、七井君、はい、ふたけたこと言うなよ、あ、失礼しました、はい、ありがとうございます。なんだモビルスーツって格ゲーと関係あるのかないだろう。なるほど、もともとどんなタイトルやってたんですか。バーチャファイターという古の格闘ゲームをやっていた遠い遠い時の中で、もう何言ってだがしかしバーチャファイターは10年出なかったその結果こうだこうなってしまっただから今日はバーチャファイターのプレイヤーのためにも私はこのマスクをつけてここに立っているといい。なるほど、覚悟を決めてこの場に来ていると。そうだ、そして今回4回目になりますが、まあ、勝ちたい相手負けたくない相手毎回聞いていると思うんですが、こちら伺っていきたいと思います。私は前回のオジリーグで奇跡を見た、はい、明らかに死んだであろうこの私が未だ生きているというの、確かにそうですね、オジリーグショックというほかならない死の淵から蘇られましたからね。そうだ、いや蘇ったということはすら危うい蘇ってない可能性がある、だから今私はここにいる。なるほど、ここに来てしまった、導かれてしまったと。そうだということですかね。そうだ、ちなみに勝ちたいって聞いても大丈夫ですか。むしろ前回臨死を体験したのでね、はい、あのアクシデントを仕返そうとした彼らみたいになってしまったので、ちゃんと行きたいね今回は安心を得たいね、勝ちという名の、勝ちたいって聞いてもいいですか全員と言っておこう、全員と言っておく、むしろ、はい、そうだね、あ、そうだ、全員だね、あ、全員ですか、一応前回の数倍はやり込んできたつもりなので、はい、なるほど、あの確かになんか動きがかなりね、なんか査定員の方からかなり高評価をいただいていると、一応私のインテンションオートマチックシステム、インテンションオートマチックシステム不備はないと思っている、不備はない、まあ、仕上がっているというところでしょうか。そして負けたくないプレイヤーどちらになりますでしょうか。己自身に負けたくないな、己自身に負けたくない、そうだ、もう負けいいよ前回は己自身に負けたから研鑽を積んだ、あ、なるほどね、確かに前回はかなり己自身に負けてる感じありましたからね、だが己自身に負けたのに今私はここに今回己自身に勝つことで頂点が見える可能性があると、次のフェーズに移行する、すなわちニュータイプ私はそれを追い求めてここに来た。なるほど、ありがとうございました。今日は出鼻からかなり飛ばしてる感じで皆さんこんな空気感じてると思いますが、まあ、こんな感じでやっていきます、よろしくお願いします。それでは大沢明さん、ありがとうございました。七井君も実況頑張ってくれた、ありがとうございます。それでは本番頑張ってください。いや、もうなんか
やりきるところが若干ちょっと恥ずかしさを感じたのが良かったですね。それでは続きまして6位対石井プロ。いらっしゃいませ。デズレッツの普通の格好で。いや普通の人普通っすよ。普通の全員が全員ああいうの求められても困るっていうのはありますね。あ、どうもどうも。いやなんか全部こんな感じでいくのかなと思ったんですけど、ちょっと僕安心しましたね。今回は。はい、はい、どうも。はい、ということで石井、はい、さんに来ていただきました。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いいたします。ゲーム好きのおじさんをやっております石井プロと申します。よろしくお願いします。はい、おいくつですか。41歳になりました。41歳、はい、そしてもともと何をしている人。何をしている人、まあ、知られているので言うと映像制作をしておりまして、はい、先日のトパンガチャンピオンシップであるとか、まあ、そのトパンガ系の映像制作、今回のオジリーグの PV とかも私編集させていただきました。はい、そうですよね。かなりかっこいい PV が今回もね。ありがとうございます。用意していただきまして恐縮ですどうですか、なんか久しぶりになんかこの雰囲気の場になんでしょうね、身を置くと思うんですけど、ね、ガチャガチャしすぎガチャガチャしすぎ、本番始まってんのに椅子をひっくり返すやつとか、はい、着替えてるやつとか、あ、そうです、ね、いっぱいいるっていうのがやばいな。落ち着きがないですよね。そうそうそう、なんかみんな、あと来てないやつがいるっていうさ。そうですね、来てない来てない人がいる。かなり今回なんか荒れてますよね皆さん。なんなんだろうね、なんか空気がざわついてますね。そうですね、ざわついてないっていうか、まあ、前もそうなんですけどまあそうですね、はい、まあ、初手の人とかそれの最たるものでしたからね。そうですね、落ち着きのない感じ、うん、はい、さあそれではですね、まあ、勝ちたいプレイヤー負けたいプレイヤーについてお聞きしたいと思うんですが、勝ちたいプレイヤー負けたいプレイヤー、まあ、そうだね、なんかそのまあやる前にマジレスで恐縮なんですけど、なんかこう、はい、みんなすげえ一生懸命やってるじゃないですか今回このオジリーグに向けて。一生懸命やってます。そうだから、その一生懸命やってるのを見て、あ、こいつらすごい偉いなってみんな思って、はい、こいつらがどんどん好きになったんで。なるほど、うん、ただ誰も殺したくないなっていう気持ちにちょっとなっちゃったんですけど博愛主義、うん、ただね、ちょっと勘違いなされてる方もいると思うんですけど、はい、この大会格ゲー大会じゃないんですよ。そうですね、格ゲーという村に生贄を一人捧げるやつを決める大会なんで、あ、死ぬと肉にされてしまうっていう状況があるんで、そうですね、そうですね、自分がそうはなりたくないんで、いいやつだけど全員肉にしたいな肉に、俺以外全員供物にする。そうですね。なるほど。そして負けたくないプレイヤー、こちらはどうでしょうか。まあゲーム的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、そのバイソン、今回割と黒人の使ってるバイソンが強いんだけど、はい、まあ、まあまあいけそうな気がするんで、うんうん、まあ、そこはちょっとやりたいなとは思ってますよ。なるほど、はい、黒人さんかなり仕上がっていて、うるせえ黙ってるわ、帰れ切れ味がありますね。俺のバンドで喋んな今回は外野席の声もね、またいつも通り、あ、そう、入ってるんですね。入ってるんですかね、これはいい感じに、まあ、多分みんな笑ってるんで入ってるんでしょうねこれわかりやすい。そうですね、というわけで、はい、それでは本番に、まもなく本番ですが頑張らせていただきますんで、はい、もう中丁場ですけど頑張って、あ、よろしくお願いします。なんか普通の人が来てすごい安心しました。ありがとうございました、はい、石井さんでした。ありがとうございます。はい、それでは続きまして6位、前回6位タイですね、2勝6敗歌広和純さん、はい、来ていただきましょう。はい、いらっしゃいませ。歌広場さんです。はい、どうも。はい、それではまずは自己紹介をお願いいたします。はい、ゴールデンボンバーというバンドでベーシストをやっております歌広場純です。どうぞよろしくお願いします。やっ、ありがとう。自己紹介が盛り上がっていこう、盛り上がっていこう。自己紹介の強さがやばいですね、前の前にながら。いやいや、だからね、本当に思うんだけど、はい、一番手があれやるのは本当ダメ大須明、一番手があれやるのはダメ。 あれは確かにそうですね、うん、間に石井さんいてくれてよかったよ。いや、あれ石井さんのやりづらさやばかったっすね。本当に石井さんには申し訳ないけど、はい、それのおかげでやりやすかったから、ね、これおじりが始まってんだなってもう感じてる。もう仕掛けてくる。だってなんならでもクッション踏んでくれたんですよね、そうフルフロンタルさんが。そうね来る前に、うん、今日は秘密兵器を持ってきている。あ、それ言わない方がよかったね。それ言わない方がよかったね。はい、やってたんですけど。はい、はい、というわけで、はい、もともと格闘ゲームというか、どんなタイトルをやられてたのっていうの、簡単に。ストリートファイター3サードとか、はい、格 S2 ですとか、はい、KOF もやってましたし、バーチャファイターとかもやってましたし、もう広くやってました。幅広くやっていたと。はい、
今回はかなり仕上げてきてますよね、はい、いやそんなこともないんだよねっていうかやっぱ今回準備期間みたいなのがちょっと多めにあってで僕全国ツアーあのライブをいろいろやってたんでその合間なんですけどもうちょっとずつ練習してそうですよねなんか金さんとかライブ行かれてましたよねそうあなんか最近格ゲーマーの方で興味持って遊びに来てくれる方が結構いらっしゃってありがたいですねはい、はい、非常にさっき対戦してみた感じ、はい、もうありがとうございますバキバキだったのですごい楽しみしてます、はい、今回、はいはい、あのそんな私なんですけど、はい、今回、まあ、オジリーグ4前回も出させてもらって前回臨死体験したじゃないですかそうですね、で今回ねあの歌ガールと言われる僕たち の僕のファンの子を、はいはいはい、見てくれてるんですけれどもオジリーグに負けるとどうなるか何を失うかっていうのを、うんはい、改めて知っておいてほしいんですよ改めて感情移入した上で、はい、このオジリーグ4を一緒に体感してほしいということで僕ねまとめてきました、はい、来たー、はい、これいや待ってました、はい、すいませんまとめてきましたちょっとね、はい、来ましたねこれもうこれ時間もないんでもうサクサクいきますね10人全員は紹介できないんで、はい、まず例えばね私歌広場純が負けた場合オジリーグで最下位になった場合こういうものを失いますはい紅白出場アーティストとしての威厳そして某格ゲー喫茶の店名これを失いますね2人目になっちゃいますからね、はい、そうなんですよ要は社会的な威厳を失ってしまう社会的な尊厳を失ってしまう信用を失ってしまう、はい、これ僕だけじゃなくて黒人さん主催者の黒人さんもそうだしニャンシさんとかねトヨマンさんとかもう立場のある人じゃないですかそうですね、で EC プロもねもう立場のある人だと思うんですよ思うそういや思うんですなのでそういう方々は社会的な信用をなくしてしまいますなるほど、はい、次にですねミートさん今回初参加ですけれどもミートさんはですね、はい、彼はね世界的ベーシストの業績とあとキレゲーのキレをなくしてしまいますあの人はキレゲーで飯食ってんですけど最下位になったらキレゲーのキレがなくなりますそうですね、はいそう切れても怖くなくなっちゃうんですあの人そう何をやってもあれね失ったら怖いと思うんですよねそしてね R さんね第2回発射ですね、はいはいはい、そうですね R さんが最下位になったらこういうものを失いますねはい、実況の決め台詞ね言ってみましょうかねお亡くなりになるという意味の言ってみましょうに聞こえてきますねはいそして、もう見方が変わってしまいます本当にただのナルシストだったんだあの人は周囲が冷静になりますはい強かったから許されたことが許されなくなります確かに、はいそして続いてハンサムオリカサさんハンサムさんねちょっと僕分からなかったんですよなんかハンサムさんはですねやっぱね遠方から来てらっしゃるんですよねはい岩手から来てですね東京まで何しに行ったのという家族の冷たい目とハンサムという名前なのでこれからブサイクオリカサという名前になりますねはい呼び名が変わってしまいますだからねそれぐらい怖いんですよでやっぱ皆さんあらゆる意味で注目している方いらっしゃいますね総師範 KSK 確かにそうですねあの方はトライアウトでもねいろいろあってもう皆さん注目台風の目だと思うんですそんな KSK さんが失うものあの最下位になったらなしあの人は無敵ですあの人は負けても何も失わない恐ろしすぎないさあ以上を踏まえた上であなたが感情移入する人を見つけて一緒に楽しんでいきましょう、はい、いや分かりやすい、はい、すごく分かるオジリーグ紹介、はい、本当にありがとうございました、はい、ということでですねちょっと後を引いちゃってちょっと笑っちゃうんですけどすいません、はい、無理やりやる歌広場さん の, あの個人的な配信のご紹介ということで、はい、今回歌広場さんのリアルタイムにお気持ち表明する配信が行われていると、はい、どうなるか分かんないんで会場内でこの会場内でブース設けさせてもらいましてあの、はい、合間にですねあっちのブースに行って個人の配信をさせてもらったりとか、まあ、誰か呼べたらいいなとか、はい、そういうのを考えておりますのでそちらのチャンネルもこの後あのもしよかったら二窓とかチェックしてもらえればなと思います、うん、すいません長くなっちゃっていやいや全然、はい、いやもう、ね、個人配信で歪んでいく様が見られる可能性がやめなさい七井くんやめとこあんまり見られない、うん、やめとこちょっとやめとこさっき相談されましたからね大丈夫かなちょっとやめとこ裏のことは言わない約束じゃん、うん、やめとこ緊張してるみたいなんで、はい、ちょっと皆さんねほぐしてあげてくださいはい、はい、というところで勝ちたい相手負けたくない相手についてお聞きしたいんですがいかがですかはい勝ちたい相手はもうはっきり言って、はい、黒人さんですおお、はい、なるほどそれはどうして黒人さんはですね強いバイソンというキャラを使って、はい、キャラクター自分のキャラクターが強いと絶対に認めないんですよなので自分のキャラクター弱いあれがあればいいなこれがあればいいなというので、はい、勝った上であ弱いキャラ使ってたから勝てなかったんですねって改めて言ってやりたいなるほど
なるほどね。怖かったからね、キャラ替えした方がいいんじゃないですかって言ってやりたいので、奥陣さんに勝ちたいです。なるほど、なるほど、はい。そして負けたくない相手、いかがですか。あ、これもはっきりしてまして、はい、これはですね、まあ、今回初参加の、はい、ミートたけしさんですね。ミートさん、なるほど、はい、それはどうして。ミートさんもですね、ちょっとね、僕前々から思ってたんですけど、はい、あの人ベーシストなんですよね。確かにベーシスト、世界的なベーシストなんですよ、はい、しかもあの人ね、楽器弾いてるんですよあのね、違う違う違う、俺楽器弾いてないのよ。いや、そうですね、かなりレアケースですが、楽器弾いてるやつに負けるわけいかなくないこれ確かにね、楽器弾いてるやつにゲームで負けちゃやばいっしょ。弾けるのに。そう、あんた何できんのって話。確かに弾けて格ゲーも上手くて、そう、弾けなくて格ゲーも上手くなかったらもう本当にやばいんだよ。大変なことになっちゃいますね。だからミートさんにだけは負けられないという気持ちあります。なるほど、はい、ありがとうございました。それでは間もなく本番となりますが、本番、はい、も頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります、よろしくお願いします。よっ、平井浦和さんでした。はい、というわけで続きましてオジリーグ3第5位、3勝5敗ハンサム織笠さん、お願いいたし、なんだあれもうさ、人呼んでよ、人間を呼んだし、怖いもんだってまずじゃあ、自己紹介とかいいですか。目がこっち見てるマジで怖い。自己紹介いいですか。どうも、どの角度から考察してもハンサム織笠です。よろしくお願いします。何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんねえよ。マスクの意味分かってねえだろ。分かった。正体をとりあえず選ばすわ、じゃあもう。そうですね。何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんないんで。それ分かってるね。じゃあそれ1回か2回で分かんないでしょ。そうそうそう。よいしょーい。うわ、なんかめっちゃ書いてある。なになになに、趣味だけだ。マジか。マジか。なんだ趣味は。え、なんだ趣味はって。なん、オリジナルキャラです。オリジナルキャラです。マジっすか。マジか。うん。え、これ本当にやってるんですか。マジだ。オリジナルキャラ。なんか被ってるように見える。すごい。ハンナおじさんです。ハンナおじさん。あ、ハンサムだから。あら、滑った。もうさしてくださいよ、この感じ。声聞こえないんだって。マイク聞こえないの。そう、ちゃんとやってくださいよ。やってますよ。じゃあ俺がちゃんとやってなくて誰がちゃんとやってるんですよ、これ。じゃあ、簡単な自己紹介していただいてもいいですか。簡単な自己紹介。簡単な自己紹介、まあ、年齢とか、あ、はいはいはい、何やってる人なのかとか。何やってるね。だから43歳ですけど、本当に、はい、何やってんでしょうね。何やってるんですか。誰も知らないんですよ、あなたのこと。あなたが何やってるんですか。俺は何やってんだろうと思ってますよ、本当に。はい、あそこは明かせないと。いやいや、何やってるか分かんない人。いや普通に自営で。あ、自営で。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、タイトル、格ゲーとかってもともとどんなのやられてたんですか。だから、ガキの頃あったんで、まあ、いじりはしてましたよ。友達同士遊んだりとかしてるんですけど、はい、でもまあ、本当に真面目にやり始めたっていうのは、スト5。おー、いいと思います。そうなんですね。5。それも初めて聞きましたね。ええ、なるほど。じゃあどうですか、久しぶりに。いつぶりですかね、半年ぶりくらいですかに、またこのオジリーグの場に身を置くことになったわけですが、今回の雰囲気とか、肌感とかいかがですか。嫌ですね。嫌だから、毎回そうなんですけど、やっぱ嫌だ。もういや、楽しいんですよ。楽しいけど、はい、もうだから内臓がずっとギリギリしてるんで、はい、この頭しといてなんですけど。今回、だってね、あなた会場にまでパソコン持ってきて、そう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 、施設の優先欄につないでネット対戦始めてましたよね。そうそうそう、 GTO に教えてもらってました。しかも大谷に電話してね。そうです。いやだからね、大谷寝起きみたいな感じでしたね。そう、寝起き の大谷君を起こして練習したんですけれども、それなのにもかかわらず今ここにいるザンギさんにビリ候補って言われました。ビル候補、申し訳ないですけどふざけるなと。なるほど、なるほど、ビル候補、ビル候補、確かに事前にね、どのくらいいけるのかみたいなのね。だからダンギさんがいかに目曇ってるかってことを気づきました、ね、どうしようもない人間だなと思いました。ちゃんと証明してみせたいと思います。なるほど、プレーでね、そこはね、証明していただきまして、はい、まあでもだいぶしょうもない格好してますけどね。そうですね、それに関しては謝罪申し上げます。さあ、それでは、勝ちたい相手、負けたくない相手、それぞれ挙げていただきたいと思います。いかがですか、今回は。言おうと思ってた勝ちたい相手が野田龍太郎なんですけど、いないんでどうしようもないなと思うんですけど、はい、でそれなんでそれ言おうと思ってたかっていうと、その GTO 大谷君ですね、プロ、はい、ゲーマー大谷、はい、大谷、忍び住む大谷、忍び住む大谷君に、結構ね、Rさんと飲み行ったりとかしているみたいで、で
安倍さんがトロするらしいんですよ。あの、はい、最近誰も本当の俺のことを見てくれないっていうふうに言うらしいんで、あの、アルさんがですか？そう、あの、非常に、まずい This is… ん？聞こえない？いや、大丈夫。あ、ごめんなさいね。非常に、あの、著しい This is 化が進んでるということで、あの、はい、俺が殺さないとこのままで、あの、アルさんが、ああ、なるほどね、うん、あの、その形を、そう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 、あ、でも今日来てないですけどね、まあ、来てないんで、だから、うん、あんま意味ないんですよね。そうね、もういなくなっちゃったんで、はいはい、ところで、はい、そして負けたくない相手、はい、いかがですか。一応ミートさんですね、ミートたけしさんですね。ミートさん、なんですかそれは。なんかね、あの、いつもその人狼でご一緒させていただくんですけど、格闘ゲーバー人狼ですね、ご一緒に、いちいち、あの、言動がすげえ俺のこと好きすぎる感じがして。あ、好きなんだ。で、これで俺なんか、あの、俺に勝っちゃったりなんかすると、あの、なんか仕送りとかしてきそうなんで、ちょっと怖いなと思って。ああ、なんか哀れみの結果。そうですね、うん、あの、お米とかミッツさんが折笠さんに送ってくれるってことですか。まずいと思ってるんで、ちょっと負けたくないなっていうの、はい、なるほど。ミッツさんは多分ね、すごい嫌がってると思いますね、この発言に対して、はい、すごいなんか向こうから。でも全然声しないですけど、ミッツさんから。みんなもう今日絡んでくんじゃねえと。全然声出さない、うん、そう、なんかもうみんな興味なくて、みんな携帯いじってますからね、折笠さんの紹介。ちょっと最近すごいですよ、これ、うん、もう誰も喋ってないもんな。すごいな、この空気。独特なんだよな、今日の空気。こっちはコメントで折笠が滑ってるっていうのを確認して楽しんでます。ちょっと喋ってくれよ、はい、もうちょっと俺のとこでよ頼むよ、はい、ここまでやってるのによ。はい、というわけで、あ、折笠さんに来ていただきました。今回も頑張ってください。はい、頑張ってください。 すげえな、あれマジですごい髪型になってたな。さあ、それでは続きましては第4位が R さんなんですが、コナミ陣になってしまったので、続きまして第3位、お、間に合った、まさか。そこはカメラを横切ってしまいます。そこそれでは第第4位、ご賞賛会 R さんでございます。大変失礼いたしました。なんだよ、間に合ったか。誰が逃げたって。大変失礼いたしました。口を慎めよなんかもう予想いがかなりいい感じですね。めちゃくちゃ疲れた。これはい、彼はその姿のまま電車に乗ってきたのかを聞いていただいてないやろ。ちなみにそれはその姿のままここ私服だバカがかっこいいだろう。いや、かっこいい、かっこいいですね、マジで、マジでかっこいいです。ということで、手袋何のためにしてんの。理由なんてあるかい。バカ野郎すいませんでした、難しいこと聞いてしまってすいませんでした。それではまずは自己紹介よろしくお願いいたします。e スポーツのキャスターやらせていただいてます、あれです。よろしくお願いします。お願いします。そして年齢と普段何やってるの。そうですね、数えてねえよ数えていらっしゃらない。それオジリーグに何人です、何歳ですかこの人。42です。あ、42歳、42歳ということです、はい、人間の数え方で42歳もうこうやだ、こっち右見たくない。おい、なな、前見ろよ、俺を見ろよ、俺を見ろよ。前見ます、前見ます、カメラを見ます、ちゃんと、はい。それではですね、どうですか、久しぶりにあのこのオジリーグの場に来てみて、どういった感じ受けてますか今のところ。別に普通だよ。普通、当たり前の空気。ここが俺の庭だろ。あ、居場所、居場所っていうか別に庭の一つ。あ、庭の一つ。あ、庭にちょっと出てここしかないと思ってんのお前。いや、そんなことないですよ。なめてんじゃねえぞ、なるほど。そんなことないです。そんなことないです。もうどこにでもいらっしゃいますからね、もう。ああ、そう、そうだな。当たり前のようにいらっしゃいますからね。当たり前のように俺は。今日かなり、あ、これフォーク作ってきた。生かした、今日。ハケコンを持ってきていらっしゃいますが、これはどうなってるんですか。どうなってるこれどうなってるんですか、これ。どうなってる。いや、でもどうなってるっていう感想しかないんですけど、これどうなってるんですか、これ。まあ今日の戦いのために、この我が同志たちがこさえてくれた。すごっ。オブシディアンを、特注したやつ。え、この周りのカラーリングとかもこれ特注っすよ。あ、ガチ業者。やば。あの、それが君のモビルスーツか。なんだ。もののけの類が今日はいるのか。今日はあのモビルスーツ操る方とかいらっしゃいますかね。すごいですね。え、で、あとちなみに今日の装いってこれって。
あ、これは火消し魂さんっていう最近アンバサダーになったブランドのガチ江戸時代の火消しさんが着てた、すげえ燃えない生地でできてる、あ、燃えない生地、火消しの斑点借りてきた、すごい。これで今日は身を守るんですか。身を守るのではない。何、身を守るのではない、人を殺めに来た。それだけだ。これで人を殺めに来た。これで殺める。これで、あ、それで殺める。あ、なるほど。そういうことですよね。プレイで。そうだな。今日は全て殺めると。仕上がりの度いかがですか。やることは全てやってきた。やることは全てやってきた。全員に勝つビジョンを持ってここにいる。なるほど。ダントラ。黒豚が。声が通るな。すごい。仕上がってんな。さあ。めちゃくちゃ向こう盛り上がってんな。なんだなんだ。盛り上がってますね。わっかどもがよ、わちゃついてんじゃねえぞ。おい。はい、というわけでいい感じに全て、まあ、プレーもね、なりもかなり仕上がってますが、勝ちたいプレイヤー、負けたくないプレイヤー、それぞれお聞きしてもよろしいですか。勝ちたいプレイヤー全員だね。全員。ああ、全員に勝ちたい。全員に勝つ。勝つ。当たり前のように勝つ。そうだな。だってここにいるんだろう。そうですね。誰かに勝つためとかない。勝つために来てる。全員だろ。全てを終わらせてる。俺以外だ。俺以外。なるほど。最強証明する。お前までやる可能性ある。あ、俺までやる可能性ある。大丈夫ですか。汗かいてらっしゃいますけど。すっごい下。お疲れになられてますね。ちょっと。問題ない。はい、大丈夫ですか。はい。じゃ負けたくないプレイヤーいますか。あえて聞かせていただきます。負けたくねえやつ。どいつもこいつも俺の首狙ってるからな。別に取られたらおめでとうだよな。俺の首取れたやつがいたらおめでとうだ。具体性のないコメント、ありがとうございます。なるほど、はい、誰かは分からないと。勝ちたい相手も誰かは分かりませんでしたが、あ、かなり気合が入ってる。全員だよ、全員。かなり気合が入っていることが分かりました。それでは、あ、ただ腕毛は殺す、はい、あ、なんか言ってたからよ。腕毛は終わらせる。はい、あ、前回覇者とかじゃねえ、個人的にやる。あ、腕毛は、あ、なんか粉かけてきたからよ。あ、なるほど、なるほど、確かにそうですね、そんなこと言ってましたね。面白いじゃん。なるほど、なるほど、やりに行くと。そうね。なるほど、そこは見定めていると。まあ、粉かけてきたやつはちゃんとやる。終わらせる。なるほど、ありがとうございます。あれ、スト4、はい、スト5か。やめんじゃね、多分。そうですね、今日終わらせるんですね。ここで引退なんじゃないかな。スト4ってちょっと言い間違っちゃいました。スト5だな。はい、それでは、かなり仕上がっている、なおかつちょっとお疲れだと思いますので。疲れてね。今すぐできる。今すぐできる。まあ、他の方のインタビューあるんでね、少し向こうの待っててやるよ。はい、休んでいただきまして、はい、本番頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、だいぶ疲れてそうでしたね。頑張っていただきました。具体性がなかったんですが、まあ、かなり気合が入っているということは伝わりました。はい、続きまして第3位6勝2敗黒人さん、お願いします。いらっしゃいませ。どうも。はい、いや、すごかったね今の。いや、安心しました、普通の人が出てきた。すごいな、やっぱあの人やばいっすね、やばいっすね。間に合い方もすごかったっすね。ね、本当にギリギリ間に合った。ジャストです、ジャスト。ね、だって本当に順番抜かして俺の番にしようかなと思ったら、そう、国人さんがスタンバってたら、そう、なんかね、誰が逃げただってみたいな感じで、そう、いや、遅刻したんだからまず謝るよ、ね、すいませんでしたってまず謝るよね、普通は社会人は。確かにそうですね、うん、びっくりしました。42歳いたんですね、うん、はい、というところで、はい、黒人さん、まずは自己紹介をお願いいたします。はい、格闘ゲーマーの、黒人でございます。はい、はい、それだけです。なんか何税とかありましたよね。あ、そうです、何税とかね、はい、ね、何歳かとかね。そう、41歳になります。41歳、3男です。小学生みたいなんで、やめてもらっていいですか。あ、そうです、あの、はい、スト3サード税でございます。はい、はい、サードをやって20年やりまして、S 級プレイヤーと言われ、全日と言われ、ダイヤグラムを変えた男と言われ、はい、で経て今ここに座っております。今ここに座っていると、はい、まあ、ストシリーズも長くね、はい、4から5とやっております。プレイされているというところで、はい、今後主催ですよね。そうです。第4回、はい、どうですか。いやね、なんかね、ちょっとね、思ったんですけど、今日見てたじゃないですか、今出たやつを見たんですけど、はい、本当弱そうなやつしかいないじゃないですか。弱そうなやつはばっかでしたね。そう、なんか、はい、なんか俺性格悪いなと思っちゃって、なんか、そうだから俺自分より弱いやつ呼んで、そいつらボコして、で勝って喜んでるっていう。あ、俺本当に最低なことやっちゃってんじゃないかなと思って。しかも
PV がうるさいぞ、しょうがないな、石井が悪いんだ、石井が。PV が面白くない。石井の声を、あれ、悪意を感じたぞ。俺、受けてたのに、あれ、作ってたとき受けてたのに、あれ、石井がつまんなくしたんだよ、あいつ。君は何ができると言うんだ。いや、そうなんですよ、だから本当そういうところと、ちょっと皆さんね、ちょっといいプレイヤーとかね、いい試合見したいと、はい、見たいと思ってるんですけど、うん、ちょっとそれ見せれないかなという。ああ、一方的すぎる。もう圧倒的になるんじゃないですかね。展開的にね。はい、弱いやつばっか集めちゃったせいで、主催のせいですよ、それ。そうで、しかも今回ちょっとバイト強くなっちゃったんですよ。ああ、カプコンさんのご好意で。ご好意でね。まあ、はい、優勝しろってことですね、それ。いや、しろっていうか、まあ負けようがないですよね、本当ね。はい、だから優勝してもだから申し訳ない気持ちになっちゃうんですよね。優勝してから応対できる。仮面かぶってる人ずっと立ってるんですよ。そう、しかもあいつ仮面かぶったままで行くから。仮面かぶってるんですよ。あと5、6時間、あいつすげえな。かなり、しかもあのままで行くんかな。しかもね、それ結構厳しいのにね、あいつ平気でやってくるからさ。そうなんですよ。何のために PV モザイクかけたんだって話なんですけど。あいつ平気でやってくる。ってましたね、そう、あいつ平気で入れてくるから、さすがだなと思って。仕上がってましたね。第5回なかったらあいつのせいですよね。完全にあいつのせいです。そんな物言いが入ったってことですかね。そうそうです。はい。さあ、それでは勝ちたいプレイヤー、はい、負けたくないプレイヤー、それぞれ挙げていただけませんか。勝ちたいやつは、ニャンシです。ニャンシさん。なるほど、それはどうして。僕ね、1勝2敗、あいつだけ1勝2敗なんですよ。あ、なるほど、ここまで3回で1勝2敗。え、だったっけ、富山はどうだったっけな。富山はどうだった、覚えてない。覚えてない、まあ、覚えてないぐらいの、あいつ印象ないんですよ、あいつ薄いんですよ、あいつ普通に強いから、ただ強いキャラ使ってるだけのやつで、一つも面白くないんだから、そうそう、だからちょっと覚えてないんですけど富山は覚えてない、はい、まあ、ニャンシはとにかくこれ負けてるんですよ。なるほど。で、優勝決定戦とかでも負けてるから、ニャンシさんには結構負けてるんですよ。そう、だからあいつはちょっと勝ちたいと思って、私秘策を持ってきまいりました。参りましたんで。大丈夫ですか。ネカリ戦かなり自信あります。足上げてきた。はい。なるほど。キャラ勝ちだろ、ここ。オース正解である。今回すごい有利なんで。いいですね。今回すごい有利ですね。ちょっと本当にすごいですよ。惨殺ショーをお見せするんじゃないかなっていう。なるほど。ニャンシはだから俺いっぱいで計算しておいた方がいい、マジで。はいはいはい。本当に危ないと思います。なるほど。さんは、はい、非常に楽しみですね。はい、で、負けたくないプレイヤー、こちらいかがですか。負けたくない、あ、そっか、負けたくないは R さんかな。R さん。R さんはやっぱりなんていうんですかね、キャラさすげえぞ、おい。いや、お前が知らねえだけだバカ、ね、キャラさんがねえから。海外でエースクラス。じゃあなんだ、そうそう、海外の人だ、海外の人。インフェクシャスも言ってるだろ、お前。インフェクシャスも言ってる。インフェクシャスがお前使ってたんで、 S 級って言って、海外ではエースクラスだお前。絶句が、あそこにいるインフェクシャスも言ってる。そう、あのね、違う、これ皆さんにも分かってもらいたいんですけど、やつに負けると次のオジリーグまでずっと吹かれるんですよ。そうですね、一生何されるんで、マジできつい。それだけは本当に俺は嫌だから、はいはい、会うために言われるんですよ、お前はな、みたいな感じで、そこから始まるんで、はい、だから俺アルさんには負けられないって感じでやって、怯えているのか。そう、お前の煽りに覚えて怯えとるだけだ俺は。怯えているのか。力には覚えていない。こうなっちゃうってことですね。そう、こうなっちゃうから。これが苛烈、これをずっとですよ、はい、半年間ずっときついですよ、やっぱりきついんで、起きるんで、はい、まあ、そうですね、そこは避けていただければなと、はい、思います。それでは間もなく本番ですが、頑張ってください、はい、頑張ります、よろしくお願いします。はい、準備お願いします。さあ、それでは続きまして、第2位、7勝1敗、富山さん、いらっしゃいませ。富山、はい、頑張ってね、誰だお前。はい、誰だお前って、今回さ、つぶさんだ、誰だお前って言われてますが、自己紹介よろしいでしょうか。はい、なんだろう、ファブやら、ファミ通やら、電撃オンラインやらやってます、富山です。よろしくお願いします。マイク、マイク言った方がいいかもしれないですね。聞こえてねえだから、もうマイクに近寄った方がいいかもしれない、ね、喋ってんだろ。家を済ませよってやつですか、もしかして。よく聞け。あ、なるほど、そういうことですね。普段はどんなことされてるんですか。普段はそうですね、なんだろう、ゲームの記事書いたり、はい、ハブの、まあ、スポンサー周りやったりとか、はい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 、そんな感じですね。あとあれだ、最近バーチャファイターの番組とかやってるんで。あ、そうなんですね、はいはいはい、今日この裏でちょっと。あ、裏でやってる、裏でやってる、裏でちょっと。仕事しろ。今日有給取ってきたって言ってました。あ、そうそう、休みって、本当はその仕事あったんだけど、ちょっと休みいただいて、はい、こっちに来たんで、ぜひ二窓で見てもらえると。すごい普通の人来ましたね。はい、すごい普通の会社員の方が、普通のおじさんが来てくださいましたが、どうですか、前回7勝1敗タイで惜しくも2位と。そうっすね、なんか
ね、優勝できそうだったんだけど、はい、ニャンシーね負けちゃったのはちょっと悔しいなと思って、今回ちょっとね、仮戦は結構やってきました。おお、なるほど。しかもあれですよね、今までの成績見てたんですけど、豊満さんの伸び率すごくないですか。第1回死にすんからの第2回で伸びて第3回準優勝のみたいな。まあやっぱキャラパワーが大事だなと思って、はい、やっていたキャラのなるほどね。いや勝てばいいんだよ、勝てば。勝てば誰も文句言いませんからね。誰も文句言わないから勝てば。周りのその雰囲気というか、はい、どうでしょう、自信のほどとかはいかがですか今回は。そうっすね、まあなんだろう、キャラパワーで、キャラパワーで、まあ、結構今回みんなやり込んでると思うんですよ、かなり。そうですね、だけどそれをキャラパワーで潰したいなって。キャラパワーって言うのがやだ。自分の力で勝てよ。腕じゃねえんだよこれ、キャラパワーなんだよゲームは。やばいやばい、確かに危ない危ない。なるほど、ということで結構自信もあると。そうですね、自信は あれは、まあ、序盤勝てればいけるかなっていう感じであります。なるほど、やっぱスタートダッシュ大事ですよね、はい、今回。すまないコメントを先上がる。いや、ああいうさ、なんかゲームで勝てないからさ、なんか仮想大会みたいなので来てるやつらには負けたくないよね。まあ、確かにそうですね、なんか、はい、画面外で面白いことですよね。画面映ってる時にね、ちょっとやっていただきたいですよね。はい、というところで、勝ちたいプレイヤー負けたくないプレイヤーについて伺ってもよろしいでしょうか。そうす、まあ、勝ちたいのはニャンシーさんですね。みんなニャンシーさんを蹴る。そう、負けてるし、ね、2連覇ちょっとさせたくないなってなるんで、はい、もうそこはしっかり勝ちたいなって。なるほど、はい、負けたくない相手は。負けたくないの、あの辺でちょっと仮装してる、なんか本当にゲームやってんのかなって感じの人たちには負けたくないなって思いますね。確かに仮装してる、本当に何しに来たのか分からない。そういう人にはちょっと負けたくないな。そこで控えてる人も本当にゲームしに来たのか怪しいですよね。なんか肉体言語で分からせに来てる感じ。まあ、前回勝ってるからね。準備運動してる人が、第一の人がそこでアップしてるんですけど、あの人に負けたくないと。あれ、そうですね、勝ちたいですね、はい、勝ちたいというところで、はい、それでは今回はね、前回ギリギリ惜しくも準優勝ということだったので、はい、優勝目指して頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、それでは前回オジリーグ3覇者7勝1いっぱいニャンシスさんです。なんか持ってる。来た、いらっしゃいませ。来た予想いだいぶ仕上がってますね。あら、あれ、それあれですか、オジリーグのやつですかこれ。今日もらいました。あ、今日もらった。半年前。今日出してくださいって言われたんで。半年前でしたけど。そう、結構前のやつです。こういうのもらったことないからちょっと嬉しい。あ、なるほど、うん、今日はかなりね、装いも金のネックレスなんかもちらっと見えたりとか。寄せてんじゃねえぞ。かなり気合入ってる感じです。いや、寄せたんですけど、ひとまず最初にちょっと視聴者の方にお願いしたいんですけど、はい、Google 検索のサジェストの反射は皆さん違法のものとして消してください。多分これ業界にとってマイナスなんで。あれ本当に出ますよね。本当に出るんですよ。いやでも面白いのは、いや違うんだよ、漢字で反射が入力できなくなったのか、ひらがなで反射って。そんなに反射ってみんな入れたいのかっていう。ということで、反射ではない宮下さんですが、はい、自己紹介、年齢や普段何をしている方なのかなどお願いいたします。はい、株式会社トパンガーの代表取締役と、一般社団法人ゲーミングコミュニティネットワーク代表理事と、最近新しく立ち上げた格ゲーアイドルユニットのプロデューサーにゃんにゃん兼オジリーグ覇者、オジリーグ覇者にゃんしーこと豊田風介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。肩書きの多さがすごいですが、どうですか、前回覇者としてこの場に立っているわけですが。いや、本当に楽しみなんですよ。楽しみ、なるほど。というのはだって学級会ね、やってくれてまで。あ、なるほど。俺に勝ちたいって嬉しいじゃないですか。確かにそうですね。確かにそうですね。やりだめ、だいぶニャンシさんに勝ちたいっていう人も多かったですからね。そう、ね、話を聞いてだ、みんなそれぐらい気合い入れてくれてるとやっぱ嬉しいですよね。うん、かなりね、目の敵にされてるというか。そう。いや、いいんすよ。はい。まあ、みんな、はい、再開争い楽しめるじゃないですか。あ、そうですね。自分がちゃんと勝つことによって。そう。というより、どうせ俺、再開争い楽しめないから。ああ、まあ、そうですね。そういうことですよね。だせいぜい、俺の道中を楽しませてくれよと。なるほど。道中でどれだけ。
あの雑魚どもが苦しむ。そうそうそう。あ、いやいや、というよりせめてゲームは楽しくさせてほしい。あ、なるほど、楽しく、あ、楽しくゲームはさせてほしい。そう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 。だから、なるほど、そこ楽しめないから。第1回思い出せよお前。第1回どうだったんだお前は。なるほど、そういうことですね。そう、あのみんなだからちゃんと仕上がってんだったら、まあどうせ俺が勝っちゃうけど、はい、ゲームは楽しめるから。なるほど、なるほど。今日はオフラインにゲームを楽しみに来たと。いうところですか。だから俺だけオジリーグの楽しみ方があんまりできないから。なるほど。せめてゲームだけでもみんな楽しませてくれよっていう。なるほど、そのくらい仕上がっていると。始球式大丈夫か。始球式はまだ決まっていない。始球式はまだ決まっていないと。さあどうなるんでしょうね。非常に気になりますが、それは勝ちたい相手、負けたくない相手について伺ってもよろしいでしょうか。あの勝ちたい相手も負けたく、あ、まあ勝ちたい相手は黒人さんですね。なるほど、うん、さっき黒人さんも言ってたけど、マジでキャラ差がやばいんですよ。そんなことねえわ。いや、マジでキャラ差がやばいんですけど、プラスあの黒人さんがキャラ差を置いといてもマジで強いんですよ。そうですね。正解。そう、あのね、残念ながら強いんですよ。そう、あのね、俺が負けると優勝されちゃう可能性があるから。そうですね、それは間違いない。そうだから勝ちたい。なるほど、うん、だからこその勝ちたい。みんな頑張って。負けたくないプレイヤーは。負けたくない相手は王さんです。王さん、あの多分ね、唯一負け起こしてるんですよ。あら、はちょっと待って、俺もだぞ。あ、ごめんなさい。忘れてました、すいません。オリカさん、すいませんでした。変なおじさん。いや、オリカさんはどうせ勝つからいいんだけど。なるほど。なんかそんな、前回もなんかそんなこと言ってましたよね。そうですね、確かにそんなこと。まあ、オリカさんは大丈夫です。あの王さんはね、あのね、大丈夫だ。てかね、大差強いんだよ、マジで。確かに大差強いんだけど、手がブルってると弱い可能性があるから。勢いに乗ってる時の大差強いんですよ、ね、そうそうなんですよ。だからね、ちょっと大差負けたくないなって思います。なるほど。場外でめちゃめちゃ盛り上がってますが。はい、というところで、でそれでは第4回もね、優勝目指して頑張ってください。はい、さんでした、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、それではここからは新規参戦の方が2名でございます。まずはトライアウトをしっかりと勝ち上がったソーシャン圭介さんです。こちらいらっしゃってください。いらっしゃいませ。おいです。お願いします。ソーシャン圭介です。圭介さんっぽい格好してますね、かなり、はい、それではまず自己紹介をお願いいたします。はい、ソーシャン・ケイスケと申します。ちょっと今コロナ禍で本当はタイに住んでるんですけど、タイに帰れなくて日本に滞在してます。そういう事情があったんだ。はい、そういう事情があったんですね。もうずっとこっちにいるもんだと。いや、もうタイに帰りたい。あ、帰りたい。タイに帰りたい。なるほど、ありがとうございます。はい、そう、どうですか、オジリーグ初参戦となるわけですが、うん、結構ねトライアウトだったり道中の練習だったりかなり大変だったと思うんですが、今までどうでした。そうですね、あのしばらくスト5ずっと触ってなかったんで、はい、あのシーズン1の時ちょっとやってたんですけど、ミカやられてましたね。そう、それであの5年ぶりぐらいに、はい、練習し始めて、あ、これ大丈夫ですか。しっかりと気が使える。はい、5年ぐらいぶりにやり始めて、はい、G で最初やってたんですよ。やってますよね、 G で。そしたらなんかあのオジリーグ前だっていうのにアプデが入って、アプデ入りましたね。そう、それで弱体化食らって、あの、はい、そこまですげえ調子よくポイント上げてたんですよ、ランクまで。はい、そしたらあのアプデが入った直後に20連敗して、もうあのちょっとあの相当あの気持ちが落ちて、はい、それでもうちょっとキャラ替えしようと思って、はい、それで、エドモンド本田を使い始めたんですよ。本田になったと。そう、そしたらあのエドモンド本田で、結構なんだ長いホンダで、2週間ぐらいやってたら、はい、2週間でアプデ入ったんですよ。入りましたね。そう、それでまた弱体化されて、はい、で今に至るんですけど、もうトライアウトであんだけボロボロになって、うん、もうかなりもうあの時意気消沈してたんですけど、はい、1人だけ倒せたんで。1人だけ倒せた。そう、1人だけ倒せて、1人だけ倒すことができた。はい、それ勝ったと思ってんのかお前は。認め勝っただ勝った、1人だけ倒すことができたので、はい、できたので、そこで、はい、もしかしたらこれいけるんじゃないかって、あ、そこで自信がついて希望を見出したと。 それでその後結構やってって、なんですかね、何人か
あのランクマーとかで当たったプロゲーマーとかも何人かちょっと引き殺したんで。あ、何人か葬った。ちょっとあのもう死んじゃったプロゲーマーも。それ完璧の言い方じゃない。たまに聞いたことある、それ、うん、ランクマで勝ったって。そう、ただツイートするやつは。そう、ただあのみんなオジリーガーの人たちあの負けたくないプレイヤーに俺のことを挙げてないので、はい、ああ確かにそうですね。 PV で、うん、ソーシャン KSK に負けるってことはどういうことかみたいなことを言ってましたもんね。だから俺に負けるってことがどういうことだかまだ分かってないみたいですよね。なるほど。サイゴンショック。やめろ。サイゴンショックを。サイゴンショック。某プロゲーマーが1回死んでるんで。ああそうですね、蘇ってますけど、ね、結局あのその後プロゲーマーで亡くなってまあやめましょう。蘇って日本代表になってたりします。だからちょっとね、今日は誰をやれるかなっていうのが楽しみですね。なるほど、今日は誰を地の底に叩き落とすのかと、非常に楽しみですね。さあ、そしてそれでは勝ちたい相手、負けたくない相手について伺ってもよろしいでしょうか。勝ちたい相手ね、まあちょっとあの昔から気に入らないやつが一人いて。昔から気に入らない、腕毛生えてるやつ。あ、腕毛生えてる人。なんですか。いや なんかね、気分的にムカつくんですよ。気分的にムカつく。気分的にムカつく。10年前に何かあったの。バカ細かんだけど何かあったの。違う顔が嫌い。あ、顔が嫌い。何かあったんですかね。気になりますが、顔が嫌いと言ってるんで、まああれを倒したいのと。なるほど、はい。まあ、負けたくないやつはね、まあ、結構やっぱ付き合い長いから、はい、まあ、黒人はやっぱり。ああ、なるほど、うん、確かにプレイしてるタイトル的にもね。そうそうそう、古い付き合い、なんだトライアウトでも一人だけ、なんだエンタメ的にちょっとまずいんじゃないかっていう負け方してるから。なるほど。そのおかげでお前そこにいるだろ。なるほど。黒人ありがとう。ケースありがとう。突然長くしてやめてもらっていいですか。突然長くするのやめてもらっていいですか。じゃれ合うな、じゃれ合うな、仲良くするな。あ、とにかくね、はい、あとね、まだいるんですよ。まだいる。ガクトの介護官みたいなやつ。ガクトの介護官みたいなやつ。そう、あいつはね、本当なんだろう、覇者になってからもう調子乗りすぎだから。ああ、あの人ですね。あの一度覇者になった人ですね。今日ギリギリ間に合った方。そう、ギリギリ間に合った。もう調子乗ってるからちょっと。そんなシチュエーションじゃ聞こえねえよ。だ、俺に負けて。はい、MC の時にコメントでどういう流れになるか見たいですね。なるほど。もごもごしか聞こえねえよ。元気ありますね皆さん。なるほど、じゃあしっかりと任せていただいて、多分それ結構圭介さんの試合って多分見てる皆さん今回すごい注目してると思うんですよね、はい、何か起こしてくれるんじゃないかっていうすごい期待があって。そうですね、なんか大会だと何かあるんですよね。そう、何かを多分みんな今日ね、もう1万5000人見てるんですけど、うん、この1万5000人多分何かを期待しに来ていると思うので、本番もぜひ頑張ってください。いやー、もう本当ね、俺に負けたら終わりだからな、お前ら。負けたら終わり。負けたら終わり、おじさん。ありがとうございました。圭介さんでした。めちゃくちゃに言われておりますが、それでは最後ですね、新規参戦。最後のもう一人はミートたけしさんです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、うん、自己紹介よろしいですか。うるせんだよなお前ら。投げんだよこれ。これいつも長いんですよ。ミートたけしです。よろしくお願いします。ミートたけしさん、今回ありがとうございました、はい、年齢と普段何をされているか。38歳なんですけど、普段何やってるかは絶対に言うなって事務所のやつらに言われて、今日はもう格ゲーマーミートたけしで出てくださいって言われてます。普段は、まあ、何もしていない。格闘ゲームをしている。フリーターですね。あ、フリーター、はい、フリーターです、はい、フリーター、フリーター、38歳フリーター。38歳フリーターです、はいはい、格闘ゲームかなり頑張ってます。頑張ってます、はい、なるほど。そういう立場で、まあ、どれだけのものを背負ってきているのかと。だからその失うものは多分この中で一番多いんじゃないですかね。まあそうですね。黙ってるバカ野郎。はい、一人ずつ言え、聞こえねえんだよ。
ギャー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 うるさいですが、さあそれでは、今回から初参戦になるわけですが、はいはい、いかがですか実際にこの現場に来てみて、雰囲気というか。俺38年間生きてきて、はい、ひげ剃った時に今日初めて切ったんですよ。ここちょっと面白い、あの風呂場で血だらけになって、えそんなにですか。そんなに、まあ、さそれを、まあ、むしゃぶるいと捉えるのか、はい、ビビってると捉えるのかは、はい、俺次第。そうですね、ちょっとごめん。もうだから一人ずつ喋るってんだよ。ここで切れてみろ。皆さん違います、ここから本番ですから。気を取り出していきましょう、はい、気を取り出していきましょう、はい、テイク2でいきましょう、まあ、かなりね、はい、まあ、現場に来てみて、まあ、そうですよね、練習もかなりされてきたと。そう、いや俺人生で努力したことなかったんですけど、はい、スト5に関してはマジでやってきました今回。しかもね、途中から何でしょうね、どんくらい前だったっけ、なんか人狼の後に話した後からトレモとか結構頑張ってみようかなみたいな。そうそう、そう、これが決まって初めてトレモやるようになって。そうですね、かなり頑張ってゲームをやるようになって。相当向き合ったと思いますよ。話を伺っていってメキメキ力を伸ばしているというところで、どうですか、本番への自信といいますか。いや自信っていうか、もう自信とかじゃなくて、はい、もうやるだけなんで。やるだけ、やるしかないですよ。信用聞いてんだよ。いやだからやるだけで絡んでくんじゃねえばやっぱ。だから一人ずつ喋れってんだよ。かなりね伝わってくるものが、見てる方々もね、もうなんかだいぶ俺の番なんで黙ったろお前。だいぶね、その爆発を踏んでる方々からね、かなり罵声を浴びせられておりますが、それではですね、はいはい、早速、まあ、本番で勝ちたいプレイヤー、はい、そして負けたくないプレイヤーについて。いや、勝ちたいのはやっぱ全員勝ちたいですよね。全員勝ちたい。なるほど。負けたくないのは、負けたくないというか、その、折笠さんは、はい、さっき俺の名前出してましたけど、出しましたね、あの負けたくないというか、絡んでほしくないですね。絡んでほしくない。絡んでほしくない、はい。本当にそれだけはお願いしますもん。あ、もう話しかけてくるなみたいな。なんかもう、もうここ来た時からもなんかちょっと近寄りたくないオーラ出てたんで。はい、結構いい人だったぞ、お前。いや、邪魔がないです。ノイズだな。まあでも、そうですね。はい、折笠さん、まあ全員負けたくないですね。なるほど、うん、その中でも折笠さんは、まあ、絡みたくない、絡みたくない、俺ただの悪口やるよ。はい、というところで、そうですね、ミートさん今回もね、はい、PV の楽曲提供なんかもしれない、はいはい、後悔してます、はい、はい、誠にありがとうございます、うん、作るんじゃなかったなって思って、作るんじゃなかった、はい、後悔している、最悪の使われ方して、最悪の使われ方をして、ありがとう、どういたしまして。はい、皆さんありがとうございました、はいはい、はい、というところで、まあ、間もなく紹介も終わりました、はい、本番が近づいてきてるわけです、はい、頑張ります、じゃあ頑張ってください、よろしくお願いします、はい、ミートさんでした。さあというところで、黒人さん実況席の方に戻ってください、自己紹介、これねもうなんか名物ですが、かなり長々と終わりましたね、全員終わりましたね、終わりましたね、なんか面白かったり面白くなかったり大変でしたね、いろいろ、そうなんか、はい、やっぱ一人目やってちゃんとしなきゃいけないんですね、ああいうのは。そうですね、なんかいきなりおっさんでこんな感じでスタートするのか、オジリーグってなりましたもんね、なりましたね。多分見てる人たちも不安に思ったんじゃないかっていう。今回なんかかぶいてんなっていう。そうだよね、はい、あれは中休め箸休めぐらいで出るのが一番いい感じですもんね。そうですね、初手から来てかなりびっくりしましたから、びっくりしましたあれ、ね、話はさておき、黒人さん、はい、いいもの着てますね、なんか、あ、そう、あ、そうなんですよ、これですか、オジリーグ T シャツ、そう、オジリーグ T シャツっていうんですよこれ、はい、これなんか事前に、そうこれね作って事前に売ったんですけど、はい、ものの40分で売り切れちゃって、早すぎでしょ、そうなんですよ、いやそんな作れなかったんですよ、はい、絶対売れねえわと思って、いや俺在庫買えるの嫌だし、もうそのちょっとだけギャグが分かってくれる、ギャグセンス分かってくれる人じゃ買って、応援してくれる人だけ買ってって言ったら、はい、そうで言われちゃって、でめちゃくちゃ言われちゃったんで、はい、追加受注生産決定しました、すごい。かなり日程も出てますけど、はい、これです、これを、7月第1弾7月16から20まで、はい、ですかね、それを受付、あ、こんにゃく見えない
担当してください。マイクがさ、これさ、音全然聞こえないから近づかなきゃいけない。ちゃんとね、口元で喋んない。そう、これちゃんと黒と白でありますんでね、こうデッドオジアライブって書いてある。かっこいいよな。かっこいいんですよこれ、ね、感じでしょ。デザインコンテストして、そ う, こうね、タモンさんっていう人が作ってくれたんですけど、片木の仕業じゃなかったですね。片木の仕業じゃないんですよこれ、はい、これが、受注生産で、ね、いろいろ多分今ツイッターで多分流れてると思いますから、あ、今コメントでなりましたね、はい、受注生産 しますので、やってください、お願いします。はい、はい、7月20日までの購入で8月中旬頃はいまで販売と、そう、第1弾が1週間ですぐパッてやって、はい、で中旬に渡しちゃう。なるほど、受注生産なんで数数えて、で決まったら、あ、なるほど、あった分だけ作って注文して、そうそうそう、送ると。で第2弾は遅いです、21から1ヶ月間あって、はい、で9月中旬になっちゃうんで、早めに欲しいから必ず、まあ、今から注文できるらしいんで、ぜひぜひ注文しちゃってください、お願いします。なるほど、アーカイブで動画をご覧になってる方も間に合う可能性が、そうです、そうです、全然間に合います、1週間あるんでね、はい、大丈夫だと思います。そうですね、金曜日なんでリアタイで見られない方なんかもね、いらっしゃるかもしれない。そう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 、なんですよ、はい、ぜひとも注文していただき、ま、はい、お願いします。はい、というところで、はい、でどこへ行きまして、すみません見てないんですよ。4ページです。4ページの一番上です。はい、わかりました。右上ですね、僕ですか。はい、ここでオジリーグ4のキャンペーンについてご紹介したいと思います。はい、今回事前に無許可で再開予想キャンペーンが行われたんですね。あ、そう、無許可だったんですよ。なんか勝手に俺がやって、はい、奴らは別にいいだろうと思ったら、はい、でもすげえなんか怒ってきて、怒ってきて、じゃあごめん、ダマでやってごめんなさいっていう感じ。怒るんだと思って、そう、はい、ね、ダマでやらせていただいてやつですよ。うん、そうですね、再開予想キャンペーンを行いました。はい、再開になるのは誰かを予想して、当たった方の中から抽選で5名の方に、こちら今スライド映っております、はい、オジリーググッズをプレゼントいたします。こちらね、3種類、冷感の氷感クールマフラータオル、これあれですよね、なんかフェスとかに行った時とかに夏場にいい感じのやつ。そう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 。あとマグカップと、これ映ってないです、映ってないです、今映ってないです、こっち、あの、あ、そうですね、はい、スライドが映ってるんで、マグカップ、はい、これね、実物がめっちゃ良くて。そうなんですよ。ちょ、カメラ映せますか、奥にさん。これこれこれマグカップ、そう、超いいんですよこのマグカップ。オジリーグカレーないですか。オジリーグカレー、オジリーグカレーとオジリーグライターはありません。オジリーグフリカケはありません。オジリーグ、オジリーグソーセージ用意しとけ。これいいでしょ、コップで、あとこれが冷感のタオル、はい、といいですよ。トートバッグもね、トートバッグこれ使いやすそうな、ね、最近レジ袋有料ですし、そうそう、これちゃんとこれ中に入れて、この3点セット、3点セットが5名様に当たると。これね、ちゃんとマッチもありますから、ちゃんと入りますからね。はい、はい、で T シャツはつきません。3点セットなんですけど、この3点セットですね、これ3点セット、この3点セットが入るって、 T シャツはつかないので、はい、T シャツは買ってください、お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、こちらのキャンペーンは、まあ、あとこれどうしましょう、もう8時過ぎてるんですよね。めっちゃ押してるんで締め切りました。はい、締め切りました。じゃあツイート、はい、じゃあもう再開予想はもうできないと。できません。終了ということですね。終わりました。はい、自己紹介のタームがあまりにも長かった。すいません。ということでございますね。はい、はい、大変失礼いたしました。いつもそうなんですよね。はい、はい、すいません。いつも長くなっちゃいますか、ね。長いんで、はい。はい、そしてこちらの結果って出るんですか。あ、じゃあ結果出るんですかね。結果出しましょうか。2日前の結果。はい、2日前の結果をじゃあ見たいと思います。よろしくお願いします。さあ来ました。なるほど。ソーシアン KSK 得票数180で第1位。あ、おめでとうございます。ソーシアン1位です。おめでとうございます。最下位予想。1位です。おめでとう。まさかのミートが1位かなと思ったら、KSK が勝ちましたね。なんで俺じゃねえんだよ。その切れ方おかしいだろ。その切れ方おかしいだろ。ミートさんだってね、そう、なんともコメントしがたい位置に。そう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 、うん、ね、だってね、ここ本当はね、こういうとこ1位取らないといけないのに、ミートたけしね、こここういうとこまでちょっとね、滑ってますね。よくやりますね。切れにくいって感じですね。163票と、うん、そうですよね。途中まで1位だったんですよね。途中まで1位だったような気もしますね、多分ね。でもミートさんはあれですよ、その150何人ぐらいの時は全員の名前メモってたらしいですからね。あ、もし俺が1位にならなかったら全員が、はい、多分トライアウト大会でガンファイトさん相手にいい勝負したのが、はい、多分は悪影響出てますね。あ、そっか、そミートタケシ結構強いガンファイトさんにいい勝負した、そう、いい、俺も見たんですよ、かなりいい勝負だったんですよ。多分伸び悩みましたね。あ、なるほどね、うん、あれ負けてたらスッて言ってたら、そう、多分1位だったでしょうね。あったんでしょうね。なるほどね。その後もすごいですね、これも石井と打ち切りでも全然話にならないぐらい票数違います。そうですね。で、僕ははっきり言って僕の予想で石井だと思ってます今日は。おお、なるほど。喋んな。もう喋るな。
配信中だ今。で、大津さんはね、ちょっとね、これ多いんじゃないかなと思うね。うん、そうですね。まあ、前回がでも前回のイメージだと思います。そう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 、まあそうですね。でもまあまあそうっすかね、確かに前回もあんまり良くなかったし、2回目もあんまり良くなかったですからね、ぶっちゃけね。うんうんうん、だからだと思います。僕はね、ほら、土部さんですよ。そうですね。そう、まあ、その辺はまあないだろうっていう感じしますよね。まあないですよね。でも R に負けてるの俺腹立つんですけど、優勝がないっていう、その、うん、最下位がない。これはミーだ。これはミー。ミーだ。R の方が強いと思われてるんですよね。なんか腹立つ。R さんだってこの6人にリプライ送ってそうじゃないですか。で送ってそう、なんか。送ってそうですよ。あなたどういうつもりでこれ書いたんですかって。やってそうだなあいつ。優勝したことねえやつはそんなもんだ。本当あいつ過去にこだわるよなあいつ。第3回俺に負けてるくせによ。クロンダル言ってくれ。何なんだよマジでよ、前回負けてんじゃないか俺とかによ。ありがとうございます。続きましてですね、はい、あのオジリーグのファンアートをご紹介したいと思います。はい、今回から正式にオジリーグハッシュタグあのシャープオジリーグファンアートのハッシュタグをご用意いたしました。はい、多くのファンアートいただいております。ありがとうございます。そしていただいたファンアートの中から一つご紹介したいというところで、はい、こちら貼るんですかね、はい、こちらになっております。これすごいですよ。出た、これうわすげえかっこよ。これすごいでしょ。これちょ持ちます持ちます。これすごいよ、ま、これマジすごい。これカイツブリさんが原田こカイツブリさんという人が前回あのアキラアキラパロディアキラパロディで作って、ね、今回ジョジョパロディですごくないですか。めちゃめちゃ出来がいい。ケイスケが 主役になってるんですよ。これケイスケさん、そう、それがちょっと意味わかんないんですけど、でもすごいですよこれ。出来がいいですよね。だってここにさ、ここにもうなんか名前も覚えてね、死んだやつの、あ、死んだやつの本当の写真ある。誰かわかんないですけどあるんですよ、ね、確かに。あ、ここにもある。そう、誰かわ かんねえやつらが紛れ込んでる。確かに誰かがわかんないやつもいる。すごい、出ちゃいけないんだけどな、出禁にしたんだけどな、うん、そうなんですよね。すごだね、これこういうのありますので、ありがとうございます本当ね。はい、でこれちょっとあのちょっとこれあの貼っといて、これ、はい、あ、よろしくお願いいたします。スタッフさんにお願いしてと、ご紹介しこれ貼っといて、これやりたいんだけど。そうだ、あれですね、これいいとものやつね、はい、割れていいとも、はい、タモリさんの、はい、はい、ご紹介しきながらタモはこの放送のエンディング動画にて掲載させていただきますので、はい、そちらもお楽しみください。お願いします、はい、さあ続きまして優勝予想アンケート。そう、優勝予想のアンケートにじゃ入りたいと思います、はい、黒人なツイッターでやります、3回に分けてやるんですね、3回に分けて3人3人3人でやって、残りの1人余ってます。それにニャンスさんです、はい、最後に合計4人の、だから4回アンケートしますからね、はい、皆さん僕のツイッターを見ていただいて、そこで、参加者10名なので分けて3つツイートしますということで、はい、で今から、3ブロックに分けてありますんで、投票してください。よろしくお願いします。はい、サクサクいきましょう、はい、我々ちょっとねなかなか押しているようです、ね、そう時間がありませんので、はい、で行きましょうか。で、この、投票結果が出るまで、はい、スポンサー紹介をしていくんですが、このオジーリーグ開催にあたって、ご支援をいただきましたスポンサー様の紹介をさせていただきます、はい、今回多くの方にスポンサーをいただきまして大変助かりました。個人の方、法人スポンサーさんもいらっしゃいますので、ご紹介していきます。スポンサーがさんがいなければオジリーグも開催できておりませんので、そうですね、視聴者さんもぜひしっかり見て、コメントもいただければと思います。必ずここ見てください。お願いします。お願いします。はい、はい、それでは早速いきましょうか。はい、お願いします。はい、今回のオジリーグ4カプコン様公認となっております。はい、どうかしてますね。そうなんですよね、はい。カプコンさんもちょっとね気が触れたんでしょうね。そうですね。そんな、まあ、気が触れて協賛してくださってる中、前回我々読み忘れたと。はい、そう、読み忘れました。カプコンさんの協賛。はい、カプコンさんの協賛。すいません、カプコンさん。はい、申し訳ございませんでした。今回はなのでね、ド頭で。今回ド頭でバシッといきますから。そう、忘れないように、ね、はい、しっかりと読ませていただきます。お願いします。はい、思います。さあ、カプコン様のお知らせ、こちらになります。はい、まずは、カプコンプロツアー2021のお知らせです。はい。カプコンファイターズ JP チャンネルでは、1年を通じた各地域で行われる大会の模様を、日本語実況解説付きでライブ配信しております。次回は北米&カナダ東大会1です。1回目の配信は7月25日日曜日、2回目の配信は7月26日月曜日、両日朝5時25分から配信します。ぜひご覧ください。お願いします。はい、これ僕出ますのでよろしくお願いします。あ、7人もね、じゃあ出るんで見て、はい、見てください。こっちは真面目にやります、はい、こっちはね、はい、そしてストリートファイター5チャンピオンエディションにおける日本最高峰のチームリーグ戦、ストリートファイターリーグプロ JP2021 のお知らせです。 CFL 新シーズンは企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のオリジナルチームを結成してリーグに参画するチームオーナー制を導入し、うん、開催規模を拡大いたします、はい、
まだ4人のメンバーが決定しないチームに関しては8月21日を予定しているドラフト会議にて残りのメンバーを決定いたします。はい、そのドラフト会議候補選手の選出とジェスプロライセンス取得権利をかけたトライアウト大会が現在開催しております。はい、そのうちの2つの大会のエントリーを今受け付けているということです。はい、まず1つ目最終ガンシステムスが大会運営と大会の実況ライブ配信を行う第5回大会は7月24日土曜日に開催いたします。なるほど。はい、そして第5回大会のエントリー締め切りは7月23日、金曜日23時59分までとなっておりますのでお急ぎください。はい、お急ぎください。そしてどういうジャパンが大会運営と大会の実況ライブ配信を行う第6回大会では、はい、7月25日日曜日に開催いたします。はい、6回大会のエントリー締め切りは、同日ですかね、7月23日の、金曜日23時59分と、うん、こちらも同じになっているので、はい、トライアウト大会すでに ドラフト会議候補選手となった選手以外は何でもチャレンジできますので、はい、皆さんぜひエントリーしてください。お願いします。トライアウト大会の詳細についてはストリートファイターリーグ公式サイトをご覧ください。はい、はい、となっております。続きまして、はいはい、法人スポンサー様のご紹介です。はい、画面上にロゴ表示されている今上に出てるやつ、上出てますね、この辺、はい、この辺に出てますね、出てますね、はい、が今回の法人スポンサー様となっております。はい、全法人スポンサー様を読み上げます。はい、はい、レッドブルジャパン株式会社様、はい、オタクのヤドカリ様、はい、グローバルセンス株式会社工藤孝之様でいいのかな、はい、はい、工藤孝之様、合同会社クロスセントラル様、はい、アバルトスコーピオンチャレンジ2021様、はい、株式会社マウスコンピューター様、はい、株式会社スーパークラウズ様、はい、多くのご協賛をいただきましたので詳しい紹介は前半と後半に分けさせて行わせていただきます。はい、はい、前半部分のご紹介をしていきます。まずレッドブルジャパン株式会社様、今回は本会場レッドブルスフィア中野、はい、こちらをほぼ無償で使用させていただいてる。そうです、ありがとうございます。毎回本当にやばいな、レッドブルさんありがとうございます。ほぼ無償、すごい、ほぼ無償で、はい、はい、そしてメッセージ、はい、レッドブルでエナジーチャージしたおじさまたちのおじさまたちの最高のプレーを期待しております。はい、はい、というところで一番似合わないおじさまっていう我々単語なんですけどおじさま、おじさま、なんか品格がありそうな表現ですね。そうですね、おじさんとかじじいでいいんですけど、はい、はい、レッドブルジャパン株式会社様ありがとうございました。ありがとうございます。続きましてオタクのヤドカリ様、はい、前回スポンサード時の反響がすごくお客様がたくさん来て儲かったので今回もスポンサードさせていただきました。分かりやすい、いいですね、素直でいいよ、オタクのヤドカリさん、はい、はい、今回も視聴者様からのお部屋探しの問い合わせとおじさんたちの熱い戦いを期待しております。はい、ちなみに弊社の社訓は素直であれです。ああいいですね、素直ですね、素直で、だから素直に儲かったからもう一回スポンサーしに来ましたみたいな、ちゃんとペイしたんでしょうね。だとペイしたらしいですよ、すごい、そう、あんなに怪しい、うさんくさいとか言ってたのに、ね、そう、あのね、いや意外とねこの会社使えますよ。確かに僕の周りも全部もう関東近辺で引っ越したら全部お宅のヤドカリどうと僕進めてるぐらい、そう、結構いろんなねプロプレイヤーの方もやっていると。そして宣伝でございます、はい、はい、前回に引き続きスポンサードさせていただきました不動産業者の闇に切り込むお宅の味方はお宅のヤドカリです。闇に切り込む、はい、東京をはじめ関東圏内のすべての物価で紹介可能なお宅宿ですが、はい、特に注目していただきたい点はネット回線に強いという点です。そう、視聴者の中にも視聴者様の中にも、うん、クソ回線のせいで負けたとぼやいている方は多いのではないでしょうか。そうですね、はい、加えてお便りでは仲介手数料を資料の半額で対応しております。はい、すごい。さらに実は皆さんご存知のプロゲーマーをはじめたくさんの格闘ゲーマーにお便りを利用して部屋を決めていただいております。はい、なるほど、すごいですね。今スライド映ってますが、はい、谷さん、ナウマン、エイタさん、藤村さん、トラボ、トラボ、そう、もうかなりの、もう大体使ってるんじゃないですか。だってサード勢もガンガンですよ。あのピエロってやつもこの前使ってましたし。そうなんですね、もうみんな使ってます。そして社員のほとんどがオタクゲーマーで誰でも安心して相談できるがもっと相談できるがモットーです。はい、ぜひ皆さんも部屋探しはオタクのヤドカリでお願いいたします。そう、そしてオジリーグを見たって言ったら各ゲーマーの社員さんが対応してくれるらしいので、そうです、なんで皆さんのことちょっと引っ越したいな、ネット回線弱いなっていう方はあの店まで行ってあのオジリーグ見たんですけどって言えばいろいろと格闘ゲーマーの社員さんがいろいろやってくれるんで、うん、もう話が早いと思います。そうですね、はい、これはかなりありがたい感じですね。はい、はい、ぜひとも部屋探ししている方はぜひ、はい、お宅の宿借りまで、はい、連絡をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続きましてグローバルセンス株式会社工藤孝之様、はい、宣伝になります。オジリーグ4が開催されるにあたり再びスポンサーをさせていただけることになりました。はい、お前誰だよって方も多いと思いますので僕自身の簡単な自己紹介をさせてください。うん、僕は IT の会社を2つ経営しています。
グローバルセンス株式会社、株式会社ギークスです。2つの会社の共通した特徴は社員の9割以上がゲーマー、ゲームを理由とした有給が超取りやすい会社です。僕が e スポーツに関わっている理由は、子供がプロゲーマーになりたいと言える環境を作る、でも今はまだ親がいいって言えるような環境とは言えないと思っています。だから僕の手掛ける e スポーツ事業領域および方針は、安心と安全を向上させるために必要なことを事業として展開していくことと決めています、はい、皆さんはどこかで関わることがあると思いますので、この機会に存在を知っていただけるととても嬉しく思います、ということでした。グローバル前回もね、はい、あのスポンサーしていただいた方ですね、はいはい、引き続きスポンサーさせていただいた、はい、指定してくださったと、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、グローバルセンス株式会社工藤様、ありがとうございました。ありがとうございます。そして続きまして、合同会社クロスセントラル様、メッセージです、オジリーグはいつも楽しみに拝見しておりました、はい、特に KSK さんがまさかの参戦でワクワクです。よかった。自分は格ゲーをとっくに引退し動画勢となっておりましたが、知る人ぞ知るが 例の黒い閃光事件をきっかけに、ね、約20年ぶりに格ゲーに復帰しました。おお、黒線さんですね、いわゆる 梅原のおかげですね、はい、黒い線香ってやついたなって梅原が言ってコメント欄に言ったら、その人が本人が踊りいて、はい、その黒線の人ですよね、はいはいはい、プレイ、まだまだ思うようにプレイできておりませんが、情熱を持ってプレイする楽しさを思い出し、はい、ささやかながら格闘ゲーム業界に支援したくスポンサーとして協賛させていただきました。ありがとうございます、はい、こちら宣伝になります、はい、7月1日よりあの18歳女子社長プロゲーマーニャンピ選手ともスポンサー契約を締結しました、はい、また弊社では、ミックスランプと、はい、ミックストランプ、ミックストランプというちょっと変わったトランプのリリースやカードゲーム開発、キャラクターグッズ製造販売などを行っております。広告右下の QR コードより弊社ウェブショップに飛べますので覗きに来ていただけますと幸いです、というところでございます。合同会社クロスセントラル様、ありがとうございます。クロスセントラルっていう名前もこれ略すと黒線じゃないですか。そうですね、多分そういうことですよね。多分 黒い線香の黒線さんから来てるんでしょうかね。そういうことですよね。すごいですね、なんかね、社長さんなんですね。2020年後経ってからまたゲーム業界に入ってきて、はい、で今やってまた楽しいって、そういう人がね僕いっぱい来ると嬉しいわけですよ、うん、なんていうかオジリーグってそういう人たちが多いので、はい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 、おじさんたちが多いからすごいありがたいですね。そうですね、はい、はい、そしてここからは個人スポンサー様のご紹介になります。はい、サソリ様、これサソリさんですね。これサソリさんです。サソリさん、ありがとう。龍のサソリさんですね。そう、継続して運営できるようご協力させていただきました。男たちの戦いを楽しみにしております。ちなみに私サソリはまだそこには行きたくありません。まあ、サソリさん裏方だったら間違いなく呼ばれましたね。裏方だったら呼んでます ね、 そうですね、はい、ね、サソリさんが歪む顔見たかったですね。見たいですね。で裏方じゃないですからね。やつが昇竜出ないとこ見たいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。サソリさん、ありがとうございます。はい、そして上釜聖也様、はい、毎回楽しく拝見しております、はい、オジリーグのスタッフの皆様、出演者の皆様、お体に気をつけて頑張ってください。はい、はい、上釜聖也様、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。そしてマキラ東京様、メッセージです、はい、赤羽でマキラ東京というスペインレストランをやっております。ほう、前回大会にて七井さんの紹介で赤羽と赤坂を間違えたせいかは分かりませんが、はい、その後オジリーグを見てたと来てくださったお客様は選手の方の中にもいらっしゃいません。意味なかったってことですね、前回。あ、なるほど、これ僕間違えたんですね。いや、そうかもしれません。あら、皆さん、赤羽のマキラ東京です。赤羽のマキラ東京、スペインレストランです。もう今となってはでも定かではないですからね、台本があの間違っていた。そうそう、だってね、誰か間違えたか分かんない、ね、分かんないですね、うん、すいませんでした。だから、ごめんなさい、こちらこそね、はい、大変失礼いたしました。皆さん、スペイン料理食べたかったら言ってください。はい、はい、よろしくお願いいたします。マキラ東京様、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、その他メッセージはいただいておりませんが、個人スポンサー様も多くいらっしゃっております、はい、東横勢 AK 様、ガトーさん様、はい、カードショップフラット様、はい、風俗王様、はい、マイクロフィルムの放送室様、はい、エアーブレイカー様、はい、キッタン様、はい、千早様、はい、ガス様、はい、アダムスミス様、はい、千葉敏郎様、はい、個人スポンサーをいただきました。誠にありがとうございました。ありがとうございます、はい、みんなありがとう、はい、
休憩後にですね、こちらの個人スポンサー様をご紹介させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちらでスポンサーの紹介は以上となりました。はい、こちら それでは優勝予想が出ましたので、はい、候補挙げたいと思います。まず第1枠は豊満さん、豊満圭介石井で豊満が 67%。なるほど。次は、黒人歌広場折笠で、黒人が 76%。おで R オースミートで、R が 60% というわけで豊満と黒人と R と、ニャンシでアンケートをお願いします。これは優勝予想でございます。優勝予想になりますね。お間違いなく今ミルダムの投票でこれどれに投票しようかな、はい、1分間です。どうしようかな、誰が優勝するか、誰にしようかな。まあ俺はね黒人かな。じゃあ僕も黒人さんに入れようかな。あ、入れますか。でも入れなくてもいいですよこれ。入れなくていいですか。あ、でも七井君が別に本当に思うやつです。あの忖度なしで。でも優勝とか正直どうでもいいんで黒人さんに入れます。捨て票ですね。あ、でもね実際あれなんですよ、優勝なんかどうでもいいんですよねこれね、うん、最下位を決める、まあ、あの大会でございますので。そうなんですね、はい、そうなんですよ。最下位はめちゃめちゃ気になります。そうなんですよね。最下位は皆さん言いましたっけ、このゲームでもし最下位になったらオジリーグ二度と出れません。あ、二度となったんですか。はい、二度と出れない。もうそれ二度とでいいんじゃないですか。もうめんどくさい、いらんすよそんな弱いやつ。2回とかじゃなくて、向こう2回だったんですけど、もうめんどくさいんで、あ、もう二度と出れないで。あ、二度と出れない で、そのストリートファイター5っていうあのタイトルはです。あ、なるほど。もしかしてナンバリングで6とか出たら別にもう1回こうチャラで最初から。あ、確かに、まあ、期間的に1分過ぎた。1分過ぎた。じゃあそれでは結果発表いきたいと思います。お願いします。出ない、出てないです。はい、結果発表。じゃあ七井君読み上げてください。はい。おー、すごい。はい。これ1位から言えばいいですかね。1位言えばいいですか。優勝予想結果は2457票獲得で黒人さんです。あ、ありがとうございます。で2位が豊満さん1526票。R さん、ニャンシさんの順番ですね。R、ニャンシで豊満。あ、豊満さんが2位です。あ、豊満が2位と。黒人さん、豊満さん、R さん、ニャンシさんの順番になって。あ、ニャンシが下なんですね。前回優勝なのに。そうですね。あ、やっぱみんな目を超えてますね。ニャンシが弱いってこと分かってるんですね、みんなね。うん、あ、偉い偉い。よかった。やってなさそうな雰囲気出てるんじゃないですか。そうですね。そういうことでしょうね。はい。前回もやってねえや。前回上振りで勝っただけだからです。はい、さあ、それでは、はい、大変お待たせいたしました。はい。それでは始球式に参りましょう。始球式の組み合わせは明日に決定していると、はい、決定しております。始球式を務めるのは前回覇者ニャンシ VS 総司犯圭介。2名は舞台へお願いします。いつもですけどアンケートで決めるんですけど、今回ばかりはもう厳正なる抽選の結果、厳正なる抽選の結果、厳正なる抽選をしましてですね、うん、もうニャンシリと対戦するのサイコロ引いてですね、もうケースケって出たんで、あ、抽選の結果、やりますんでね。それ全部に書いてあったとかそういうことないですか。サイコロに。そうです。いや、そんなことない、そんなことない。ちゃんと振って6しか出ないサイコロとかじゃなくて、あの、もう抽選をしたということでね。なるほどね。魚がやった可能性もありますけど、あ、そうですね。確かにそうですね。魚さんのせいかもしれないですね。そう、さあ始まりました。ついにオジリーグも来ましたね。みんな楽しんでいけ。さあ始球式でございます。ケースケさんニャンシさんですか。はい、いやこれはね正直ねもう言っちゃいますけど、10年前にトパンガ発足時に、うん、トパンガ代表トヨタとニャンシですね、あとはゴッツガーデンケースケがいたんですけど、で、はい、ゴッツガーデン側に時戸と孫がいたんですよ。あ、確かにそうです、ね、そう、でそれが、トパンガ側に行ったじゃないですか、はい、それでちょっとなんか一悶着あったようなないような、だから冷戦状態が続いたんですよ。あ、それであのちょっとねいざこざがあったかもしれないっていうなんかな、ね、それが今この戦いで決まるという。確かに何か顔が嫌いって言ってました。そう、何か顔が嫌いって言ってました。それが今からやるんです。めっちゃおもろいですだから。確かに何か顔が嫌いな人と、そう、特に何も思ってない人。そうそうそう。あの、てかニャンシさんはなんで切れてんすかって感じなんですけど。ケースケはあいつらの野郎って。いいぞ。ガヤの方もね、気合い入ってますね。そう、皆さんガヤもねよろしくお願いしますね。元気よくいきましょう。ね。いい感じに声入ってるんですね。こっちからだとあんまよくわかんないんですけど、そうそうそう、配信上は結構、でもニャンシはなんかリラックスして、てかもう映していいですよ、4画面にしちゃっていいです。そうですね、4画面にしていただきまして、もう顔見ましょう、顔見ましょう、いつもの4画面でいきましょう、いきましょう、いきましょう。やっぱあの4画面がね、いや、オジリーグの、もうあれ、俺あれ撮ろうかな、権利のやつ、あの
著作権的な 4つのやつ、特許4画面のやつ、4画面配信での格闘ゲーム大会俺らしかやんないけど特許も何も取れなさそう、うん、取れないし、まあ、勝手にやってください4画面で。あ、来た、ほら、もうめっちゃ余裕でしょ。チェイスケさんの決まり方やばいですね、これ。あ、いいですね。あ、ケイさん、もう全然準備していただいて大丈夫です。はい、準備してください。いつでもあの OK になったら言ってください。もうそっちのノリで始めていくので、はい。うわー、もうニャンシすごいな、なんか。いや、もう怖、なんかね、茶化とかなんか出てきそうですもんね。あれ、マジで見えないんですけど、はい、あの金のネックレスつけててマジで怖いんですよですね。はぁ、始まる、ついに。これ2先ですからね。さあ、それでは4画面でいきましょう。4画面でお願いします。まもなく始まります、始球式。画面4画面でお願いします。はい、1画面の予定らしいです。あ、ここはか。それでは見ていきましょう。オジリーグ4開幕です。始球式、ニャンシで借りたい総シャン、ケイスケ呼んだ、盛り上がっていきましょう。さあ、なんと4画面になりました。4画面だった、4画面だった予定されておりませんでしたが、なんとここで4画面になると対応できました、さすが。さあ、正直組み合わせの話なんてどうでもいいです。俺、ケイスケが勢いがあるか、そこが一つ重要になっていく。あらー、裏行っちゃった。さあ、どうでしょうか。まずはこの本田対策ができているか、ちゃんとゲームやってきたのか、そういったところが。あと、これは確定している。ラッツをしたぞ、あいつが。馬ブローチしましたね、今。もしか、馬ブローチした、あいつ間に合いませんでした。はい、から、おっと、ここは切り返していきます。クラッシュか。あ、さあ、ニャンシネカリ攻めていく。後ろ投げた、上がるぞ。垂直ガードしている。しかし打撃が埋まって、やっぱり届かないのか。さあ、ワンターンで終わらせました。ケースさんの嫉妬がどんどん溜まる。さあ、しかし序盤結構危なかったですね。危なかったね。でもよくあそこから盛り返して、さすがじゃん。発動した後の爆発力、凄まじいものがありました、ね。しかし、なんかうさんくさい本田の、おお、ここ落としてくる。体育出したよ。体育はね、ニアス出るんですよ、落ち着いてれば。確かにそうですね。そう、これが負けが込むと体育出なくなるんで。さあ、画面なし、苦しい時間になる。ブーリバーサル、しっかり対策。なんかちゃんとやってる風出してますね。ちゃんとやってる風、ちゃんとやってる風。ジュスキー手目落ち、チェッキー、あーっと払い蹴りに飛びが刺さる。ああ弱中から、おっと、落としパチ、ちゃんとファジーで落ちてる。ファジー、ファジー、ファジー。風対空から、ここは両手に見てください、警戒しています。上から投げて、しかしこれで日本シネカリは、あ、ここもダマスは間に合いません。間に合いません、カンニングできません。あ、しかし飛びが刺さっている。あれ、ケイスケ、これビッてる、これ主勢に割った時になんかそのまま終わっちゃいますね。ねえ、ケイスケさん、しかも何にも喋んないし、ニャンシ笑ってます、こいつ。なんかもう、あ、こいつ弱いわみたいな感じますよ。そうですね、かなりここまでやっぱ飛びが機能してしまっているのが、ね、体育出てないんで、やっぱ体育出なくなるとおじさんなんでね、やっぱ本番になるとね、そうなると。ここは好き。しかし、かなり集約をガードさせることができたので、ね、今できたね、3回ガードしたね。めちゃくちゃ弱視取り打つんですけど、もうこいつ勝てんだろ、話してもらえ、もうめちゃくちゃですね。そんな感じで思われてますね。はい、ズスキー、ここ相打ち、体力リードはケースケ本田。おお、発動早い、半分で。あっと、ここも上が出ません。水当たる、まあ、この大会上出なくできてますからね。そうそうそう、出るやつはびっくりです。そうですね、出た方が偉い。そう、全員出ないです。パチパチ。さあ、ここから発動して、ここはどうだ、片や入りうまく使えるでしょうか。うまっ、あーっと、前飛び、トークで、あっと、これは苦しいが、やっか、めっくりをともしびで落とすとして打撃を埋めて、なんか足パタパタさせてますよね、足、なんか足パタパタ足にあれ、開け込めてあげた方がいいんじゃないですか。ねえ、あれ、大貫さん式で足を浮いちゃってますけど、浮いちゃうから。宮崎さん、大貫さんの開け込み持ってきて、誰か。じゃあ、ケースケ、近距離の夢はうまく、ケースケ本田、そう、いけてるんですよ、ね、そう、近づければね。おっと、投げました、ね、はい、ズスキー、おい、さあ、スタジ触っているぞ。お、ちゃんとガードしたね。あー、めくり、どっか行っちゃう。投資、ここは警戒してる。そう、EX 奪還から、しかしこの後の発動ですよね。そう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 、ここからですよね。発動どうしのげるか、ケイスケ本田。おー、大工出ている。さあ、ここはどうだ、中和して状況確認からしっかりと水取っていきます。ケイキ危ない。おお、ガッカーです。追いかけていく。さあ、どうだ、前捨て打撃はない。確認はできない、確認はできない、確認なんてできない。ニャンシはできません。当たり前のように、おー、やりにいった。
確認ができないとこうなってしまう。あ、ケイスケ取り返したね、いいね。まだずっとあれでやるんですかね。それ多分そうだろうね、ずっとシャアの声が。あ、ここはワンガード絡めてきた。ちょっと確定ですよ。マイナス4、確定入れない。確定ですが、まあ、ここはあえて入れないですね。これマイナス6個入れた、ちゃんと入れた。これからサイカ出ない、さすがオジリーグ。ステップ、お、いいぞ、お投げて攻めに行く、ジャケ当て前に来る。さあどうだ、勢い増してきましたが、あ、ライギリ確かに強頭突き、下がる下がる。ここはどうだ、これ来ると思った、突き歩きたちかばっち割り手、ただどうだ、勝負ケイスケ取り返す、ケイスケ本当取り返す。そしてケイスケ死んでる、ケイスケうなずいです、うなずいてます、めっちゃ足バタバタしてる、そう足バタバタ、めっちゃ足バタバタしてる。ケイスケも相当うなずいてます。今井君ここから先は競争だ。聞いてね、おっとみんなイヤホンとかすごいから全然聞こえてない、全然聞こえてないしね。さあこれはあるんでしょうか。あるぞこれ、あ出ない。さて1-1と並びました、うん、おいこれあるぞ、頭突きが通る。ケイスケさんかなり前に出るようになってきて、そう一気に流れ変わりましたね。キャッカン、これは後ろ投げ、確かに張り手、張り手、歩き投げている。そんなバカ、マッチポイント、ソーシャン・ケイスケ、リーチ、このまま決めてしまうんでしょうか。これ、これあるぞ、マジで。うわー、ソーシャン・ケイスケに負けるとはどういうことなのか。開幕から見せつけていく。うわ、全部当たる、前に来るぞ、アンチャロックが。さあ下がっていくニャンシネカリ、おっ手をつき、誰もが会場の誰もがおちゃんとマイナス2、ソーシャン・ケイスケを応援している。上から、おここまで来た、こっちもアイスの仮面、足を利く、集約がさせる。そしてここでケッキ払いから発動して投げ垂直、ここも機能しています。どうだ、体力はもうないが、そして中段、ここで年格ですからね、年格のフルセットフルラウンドへ。あれは42歳以上はガードできないと言われます、年齢、まあ、多分この場にいる人誰もガードできない、誰もガードできませんですよね。さあフル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 です、あと突き空中ヒット、ここは危なかったが却下、はい、終わる、出ない、暴れてる、あれでここは立ち食く距離を離します、却下当たっている、立ち食パンチ、これでおお、すべて気持ちよかったの追いかけて、おーいっちょ、さあどうだ、このまま張り手、かぶっている、中央陣、5番、ステップ、さあどうだ、中央陣、DX、あーこれは、あー体力が取った、どうだ、さあこれは、どっちどっち、分かんない、あーどっち、起きてる、さあ読み合いです、どうなるか、ビクトリーシード来ていただきましょう。マジかよ、半端ない、俺が推しリーグ、いやまさかこんなこんな開幕になるとは。さあそれではビクトリーシートにきついと思うけど今来ていただきましょうか。ごめんな、まずは始球式初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。よし、誰が最下位だって。もう流れが全然違いますね。いや相当いい勝負しましたね今。だいぶね、緊張するかと思ってたんだけど、落ち着いてる。落ち着いてますか、うん、確かに序盤結構ね、なんか流れが悪いのかなって思ったんですけど、そう途中からが持ち直しましたね。結構100巻に対してガードが硬くて後半勝利を出してきてたから、はい、
あちょっと対策してきてるのかなと思って、はい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 、であのガードが硬いからもう駒投げ行こうと思ったんですよ。そうですね、通りましたね。そう、それは結構通ったんで、いやもう大盛り上がりっす。いやもう経営だけしてろよもうゲームやんなくていいんじゃない。もう負けあれですからね、はい、負けたニャンシさんはもう鑑賞にしたら間もなく運営させられてますからね、ここですぐ横で。いや気持ちいいな格闘ゲームいいっすね。やべ、スト5やってて最近で一番気持ちいいわ間違いないっすよねそうオジリーグなんですけど、これかつてここに来て喋れるんですよ、はい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 、負けると二度とここに来ることなく。あそうなんだ。だからそのまま死んでいくっていうシステムを採用してるんですけ ど、いや一回勝つともうだいぶね、あの余裕ができるね、これ。そう、序盤に勝つとね、うん、かなり余裕ができるというところ でここでね、あの下り顔で解説したりできるみたいな。あなるほど、はい、ここの画面見ながら。あ今は、続いての試合ですね、はいはいはい、織笠さんと豊満さん、そしてミートさん、あ違うわ、織笠さんと黒人さん、そしてミートさんと豊満さんの試合ですね。どっちの方が勝ちます？これはね、あの豊満さんの試合俺ほとんど見たことないんですよ。あ普通に強いユリアです。アルマスですもんね。普通に強い。確かにミートさん初参戦ですし、ミートさんの試合見ましょうか、うん、みんなで。そう、なんかその場で、なんかこの画面もすごいですね。すごい、もうなんか配信上にもうなんか全部載ってる、テレビ番組みたいだねこれね。そう第1回からずっとこれでやってるんですけど、うん、これでね、初戦がやっぱ大事っすよね。もうだって次の試合結構気が楽じゃないですか。そうですね。いやミートさんがね相当緊張してるよこれ。いやだって滑り倒しだったじゃないですかこっちやめたやめたやばかったっすよね。キレ毛がちょっとね、キレがなかったです。キレもなかったですし、はい、なんか何言ってもなんかあやふやな答えが返ってきますし、うん、ちょっと心配ですよね。ちょっとね、ミートさんだからここで負けちゃうと一気に崩れる可能性が。そうですね、1試合目、うん、豊満さんは逆に多分いっぱいしてもそんなにね、そう、まあまあ、やり込みの自信があるんで、まだ全然いける人っていう気持ちは多分、ね、負けても大丈夫だと思うんですよ、はい、そうですね。ミートさんはただ負けると本当やばいです。そう、やばいと思います、うん、マジで緊張してると思います、まあ、黒人さんとオリカさんの試合は、まあ、まあまあって感じなんで、なんか黒人さんが死にそうになったら左下見ましょう。そうですね、そういう感じでいきましょう。黒人があの最下位になるっていうのを見たいんですけどね。そうなんですよ、でも残念ながら強いんですよね。まあそうなんですよね、残念ながら強いんで。バイソンが強いんだよな。多分黒人さんにフィーチャーすることになるのは黒人さんが死にかけになった時ぐらいですね。そうですね、だってあんな空対決ですんですよ、負けないっすよあれ。確かに思うな、相当落ち着いてる。思うないなあれ。はい、ミートさん、じゃあ右下見ていきましょうか。ユマンさん、さあコーディ対ユリアンの組み合わせとなっていると、だいぶ気持ちいいですよねここで試合見る。これね、でも俺だったら初戦豊満さん嫌ですね。初戦豊満さん嫌ですよね。そう、あのね、なんかマッチメイキング的になんかこれ明らかに負けそうな組み合わせを最初やるっぽいですね。ああそうなんだ。そう、あの盛り上がり的にね、はいはい、そうっていうのもあるんで。あ、あ投げ式出てますねこれ。やっちゃうんだ。あでも豊満さんも緊張しますねこれ。豊満さんお見せる。しかしやはり、おっとこれ対抗しっかり出てくる。あーっと、あーここはなんとなく思うように動けてない感じがしますね。そうですね、俺トライアウトでミートさんに負けちゃったんで、はいはいはい、ミートさん倒したいんですけど、初参戦同士ということでね、まあ頑張ってもらいたいですねいい感じにね、はい、いい感じにしてきていただきたいですね。さあ豊満ユリアン、ここは垂直に対してもしっかりと肘着け、いいエクソン君投げて進みます。お、ガールシール。しっかりコンボをつないでスタンリーチ。ここさ重ねている。冷静ですね。お、投げ抜けるんだ。リクサクル。あ、ヘッド。かなり豊満さん勝負にいっていると。ダブルキック、歩き肘からタックル。ここはどうだ？タックル。垂直ダブルキック。垂直変わるんだ。さあ徐々に調子を取り戻してきている。ダブルキック。これしっかり打てていますが、EX クレー、キャラパワーがね、キャラパワーがね、ありましたね、しっかり出してきますね。まあ、左下もなんか順当に小藤さんが勝ってますね、これ、はい、しかしミーツさんでも動き悪くないですね、ここまで。そうですね、ダブルキックも垂直に対して出してたんで。そうですね、オリガさんなんか変な声しましたね。僕に負けてほしいんだけどな。オリガさんなんか、うん、適当な竜巻で移動しましたね
豊満ユリアンがまずは1勝した状態となっていますが、上からかなり対空ここまでしっかりと落としてきています。お互いにかなり対空出ます ね。ちゃんと出されるとなんか触れづらいんですよね。ここまでなんか意外と緊張してるけど、やっぱ普段の練習の成果が対空はもうなんか体が勝手に動くってこと。はい、俺もさっき結構ちゃんと対空できてたから。え、本当にそんなことなかったですめちゃめちゃ垂直されてましたよ、ケイスケさん。垂直はまあもう諦めます。あ、ノーカウント、はい、ノーカウントですね。対空しづらいんです。後半はね、強頭突きかなり出てましたね。さあ投げを取って、やはり序盤は苦しい展開になってますね。あーっと、これは間に合わない。振るのが遅いですね、ちょっと。トヨマンさん、やっぱりちょっと貫禄があるな。自信が溢れてますよね。さあ投げて、観客席からもただの強いユリアンとただの強いユリアンという評判が。なんでこんなアルマスとかのユリアンがオジリーグにいるんですかね。そうなんですよね。普通に強いと本当に触れづらいんですよ、マジで、ね。普通に強いから。あーちょって言いましたよね、折笠さん。何もさせてもらうことなく左下の変なおじさんが終わっていきましたね。ダブルキック、ここはうまく出せていますね。さあ、しかしここでこのまま何事もなくもかなり安定感ありますね。そうですね。折笠さんがだいぶやばかったと。ちょしか言わないですよ。試合中喋ってんすよ、舐めてますよ、あの人。真面目にやる気ないでしょ。集中してほしいね。じゃあビクトリーシート。負けです。豊田さん来ていただきました。じゃあケイスケさん、外野席に戻っていただきまして、またお待ちしてます。やばい、フルフロンタルがいる。不審者だもんな、あれ。豊間さん、いらっしゃいませ。ビクトリーシート。じゃんけんしてやった。じゃんけんらしいっすよ、じゃんけん。じゃんけんしました。いやー、なんか初戦勝ってよかった、すげえ。だいぶ動き良かったっすね。はいはいはい。普通に。だ多分ね、相当ね、ビビってる、ミートさんが。ミートさんなんかぎこちなかったっすよね。そう、ミートさんめっちゃビビってて、最初ね、なんとなく、飛びとか前捨てとか入れてみて対応悪かったんで、はい、まあ多分ビビってんなっていう感じ。気持ちは楽になりましたね、こっちが。いや、かなり対空途中からダブルキックとか出てましたけど、はいはいはい、なんかステップしたいところでステップ出なかったりとか。そう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 、なんか緊張してそうな動きしてましたよね。固い打ちでしたね、まだ。はい、そして次の組み合わせ、大さんの相手誰ですか。石井さん、うわー、どっちも気になるけど。でもこれ、あれすごいですね、R さんと宇多広。 R さんと宇多広さんですよね、さすがに。これはさあ、それではこっち見ていきましょうか。 R ゼクー対宇多広場剣です。見ていきましょう。あ、チェック、 R さんのものに。あ、遅刻してきたからね。あ、まあチェックしないですもんね。ボタンチェックしだしました。なるほどね。なるほどね。そういうことか。いや、初戦楽でよかった。気持ち的にはそうですね。気持ち的には楽でよかったですね。うん、まず死にたくないんで、あと2つぐらい多分勝てば。もうだって解放すからね。そうですよね。前回が確か2勝7敗とかでしたっけ。2勝6敗のおっさんがビリ候補だったんで、あと2つぐらいちょっと目標は。そうですね。あ、秋木さんありがとう。秋木さん、あ、秋木さんありがとうございます。本座秋木さんが600、なんて言えばいいんだろう、これ。あの コインっていうんですかね。トヨマンウィン。 ありがとうございます。プレミアムコメントってやつか、これ。いやー、でもなんかやっぱ初戦勝つ勝たない変わるな、全然。さあ、来ました、この注目のマッチアップ。I am なのか、それとも This is なのか。それでは改めまして、R 対 This is って、それ己との戦い。それ己との戦いですね。
あ、それでは改めましてアーゼク対歌広場県です。盛り上がっていきましょう。いや、これ前回の始球式の時のですよね。そうですよね。めっちゃすごかったもんな。やばかったっすね。あの確定クソ安かったりしたやつですよね。そうそうそう。遅らせ。さあ、かなりのハイペースで投げしけ。完全に勢いに乗っている宇多広健。京昇龍から沖攻めはどうだ。打っていく。あっと、カルテンザン入れ替えですね。ここがゲージがなかったと。さあ橋攻めですが、ここは剣の速い V リバサルを使って切り返します。波動、おっと、ステップしゃがみ中盤の戻りに合わせて差し込んでいきます。宇多広さん、ただのうまい剣に。いや、本当です。俺結構リプレイ見ましたけど、めちゃくちゃうまいですよ。そう、超真面目な。前回結構なんか元気のいい剣だったんですか。そう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 。今回ただの真面目に地上戦やる剣になってて、これ系だってね、結構ユリアンやりづらいんですよね。どっしりされると嫌ですよね。そしてカウンター確認から、ただうまい人、ただうまい紅白紅白プレイヤーになっている。これはで、これただうまいだけですね。そして人の形を保てなくなりかけている。さあ、しかしここは入れ替えていきます。玉抜けとかでも使えますからね。そっか。とはいえ、あっと、ここは空中行き札巻き。これは文法間違ってた可能性ありますね。アイアム、これからアイアムって言わされる可能性が出てきましたね。でも R さんのプレイスタイル的にやっぱ無痛覚スライディングがやっぱ強いじゃないですか。はい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 。2だとあれそんな打てないですもんね。打てないですよね。まあ、そこでも打てんのかって話になってきますよね。はいはいはい。どうなるんでしょうか。確かに打ってない。打てないんですよ。なんで地上戦普通に宇多広さんがうまくやっちゃってる感じですよね。ああ、しかもスラスラスラのスカ角。いや、これ本当に強いな、これ剣。ただただ強いですね、これ。優勝候補全然全然あるっすね。あ、しかし、タッチキューキック、カウンターから1ゲージ入ってコンボ繋いでいきます。おっと、これ入っていく。ローからタッチチューキック、しかしこの入れ替え、投げて一気にピンチになります。タッチキューキック、タッチキューキック、出してもらえない。ゲージはたまる。リーサですね。ここでヒートラッシュ発動して下がって立ち食いパンチ。竜巻落とせない。おっと、いい場所で飛んでいます。お互い俺始球式みたいな感じになってる前の。お互い何やってるんですかね。緊張してますね。投げて、普通ができないですからね、やっぱ。イエクサの時中足イエクソーク。お互いがやはり緊張している。時間もないが、ジャッキック置いている。このラウンドでかなり R さんは落ち着けた感じありますよね。投げて右下では大さんが取っていると。しかもなんかルイスケルトリガーをなんか石井さんが変更したという話なんですが、この局面でふわふわしすぎですよね。決めてから来てほしいですね。なるほど。本当はスキル2だ。やべえ、そんなにスキル2わかんない。で、早掛け、これは抜けています。確かに効く。中足の戻り、ダッシュから投げて、さあ、これは届いている。やはり調子を1試合終わらせて取り戻してきましたね。あっと、これは立ち中圧動、そして橋のコンボシフト、投げ抜けて上から空対空三角飛び。おっと、これ落ちない。中足、ここは漏れてしまいました。剣はこれがあるからね、本当に確認漏れていくか。そう、本人もあんなに元気な感じでインタビュー受けてましたけど、あそこでさっき話してるときに、はい、いやー、今回のプレイスタイル的に初戦落とすと本当にさーみたいな話をして、ね、めっちゃかかるとね、確認結果確認がね、序盤で切っちゃうと、はいはいはい、やっぱそういうのがあるんでしょうね。
さあ11、返し際ハタチキョーキック、しかしここは爆発で切り返します。ダミチハチキョーキック飛び際に当たる、しかし A 中大ターゲットから昇竜拳、暴れが通っている。やっぱり重ねは永遠の時空戦、重ねは永遠の課題と。画面端ヒートラッシュ発動可能ですが、ヒットから使いたい、もしくは端に運びたいですが、おっと粉塵脚ヒットから強竜巻一気に運んでいく、おー打っていく、そして一撃あるので EX、 確かに水液が入ります。生き返った、取り戻してきました。序盤の動きかなり怪しい部分ありましたが、伸びに乗ってきてますね。これ切り返して、いや負けないっすね、これ上から、しかし届かない、爆発フォローの DX 作動、そしてステップから投げて中大ターゲット粉塵脚画面出し、あっと重なりません、ね、練習しても重ならない時は重ならないですからね、環境も違いますからね。そうですね、出ている、しっかりと落として、ここは重なるか、あーっと暴れています。昇竜重ならない、重ならないせいで絶対絶命、あーしかし打ち返す、おかなり危ないところでしたが、フルセットフランド、そしてフルゲージと、お互い非常に軽くて中央足エキサスの木画面足、もう重ならないのでジャンプ攻撃にシフトしました。5番ハド、おお高山と、あっとしかしここで使っていく、これはどうでしょうか、使うしその判断ですが、止めている、止めてる、早掛けは止めて打撃埋めて、佐々木ここもカルラテンさん入れ替えて画面足打っている、中足、あっとしかしここは確認はできませんでしたが、しかし地上戦のプレッシャー非常にかかっています。球を打ちづらいが、上から後ろ投げ、あーっていったー、決めていきました、歌広和純がこの組み合わせを制しました。じゃあ歌広和さんにビクトリーシート来ていただきましょうか。いや序盤から大波乱ですね。さあまずは初戦、はい、制していらっしゃいませ。ただいまおかえりなさい、ただいまビクトリーシートに来れた前回死に寸でしたからね、今回は死に寸だったよ。今回でもさっきの攪拌ミスった時とかめちゃめちゃヒヤヒヤしました、めっちゃヒヤヒヤしたよ、心臓止まったもん、めっちゃ涙目になってますからめちゃめちゃ涙目になってますもん、だってだって初戦アルバムなんて思わないじゃん確かにこの初戦勝ったのめちゃめちゃでかいっすね、めちゃめちゃでかい、ちょっと待って、あ大丈夫ですか、落ち着いて戻るから、今高山純だった、ごめん、大丈夫です大丈夫、高山さんで格闘ゲーマーの高山さんではい、はい、よろしくお願いします。ということで僕ね、はい、割と中足確認とかってできる方だと思ってたんですよ、はい、でもいきなり派手にミスったでしょ、派手にミスった、中足確認、中足から EX、はい、でそんで死んだでしょ、はい、セット落としたでしょ、はい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 、その時に俺ここで良かったって思ったんですよ、ここで良かった、そう、あ致命的な場面じゃなくて良かった、そう致命的な場面でミスってあーっていう絵がなんとなくみんなの脳裏にはあると思うんですけど、はい、違うところでミスって結果勝ってんだから、これは前回踏まえてんなって思いましたね。ああ、なるほど。あーいやーでもいい内容で競りましたけど勝ちましたね。内容良かったかな？わかん、実は俺今頭真っ白でさっきも。あ、まあでもしっかり地上戦やってって感じでしたよね。途中から。でもさ、ずるない？カルラ天山ってさ、そんな使い手いないやん、あの V 取りに。まあ、玉切れ強いですからね。うん、剣の飛びとかも対処しやすいですからね、飛びと弾に1回ずつ食らってるもんね、そうですね、そうですねそしてあのひっそりと石井さんが
勝った？敗北しました。フルフロンタルが豪傑仮面が、豪傑仮面がしっかりと勝利を収めてきたと。オジリーグリスナーの、あ、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ。オジリーグリスナーの方はもう絶対歩いてたろみたいな流れだった。まあそうでしょうね。そうそうそう、違う、何が起こるか分かんないのがオジリーグ、うん、っていうか、あの今更なんですけど、初戦すごかったっすね。やばかったっすね、飛球して圭介さん、うん、マジすごかったっすね、うん、っていうか、あれもうやるんすか、うん、あ、マジ、え、あ、着ないよ着ないよ着ないよ一緒に。あのさ、前回練習組なんで俺たち2人、2人で仲良く喋っていいっすよ、ここで。あの、僕、ちょっと横行くんで。七井君、この男子の間に入るな。どういうこと、いや、あの、セリフあるんですよ。某ロボットに。オッケー。いや、歌広場くん、はい、前回私たち、開幕で負けたじゃん。開幕負け組だったね。この初めに勝つというこの喜び、うん、どうか、うん、なんかちょっと、これダメだ、これいつも、ちょっと待って、本当に、俺、いや、俺な、夢中になって試合見てなかったんだけど、うん、勝ったよ。でそうさ、今ね、こうやってあんま触れないじゃん。でも、触れたら、もうすげえ抱きついてる、抱きついてる。いや、前回俺ら本当にその、まあ、まだ1回しか勝ってないから分かんないんですけど、最下位を頼った2人なので、1試合目にかける気持ちは結構でかかった。そう、最初に取らないと俺たちはダメだよねぐらいに言ってたんだ。そうで、今ね、しれっと今どうする、黒人さん対宮地さんやってますよ。そんでラグチェックが終わったようで、あっちで注目の圭介さん出てますよ。いや、今回あの総志庵圭介君、いや今井君、うん、やつはワンチャン上位入賞もあるぐらいの動きをしている。やつが、やつら、あのモビルスーツ、モビルスーツ、そうだね、飛んだいい動きをしている。実際食ってんだよね。しかもやつは、うん、先ほどのヤンシソンの試合、うん、上手いだとかではない、はい、気持ちで勝ち切った。そうなんだよ、最後さ投げに来たところに対して百貫じゃん。いや、この前も前捨て前捨て投げとか、あ、なんかやっぱりやつは駒投げのお化けで、駒投げのお化けなんだ。いや、でもね、でもね、でもね、正直、いろいろ喋ってるんだけど、あ、何も頭に入んない。そう、何も入んない。アルさんに勝ちましたよ。マジで。マジで。信じられなくない？俺だよ。信じられなくはないんだけど、俺は頑張ってたよ。頑張った。めちゃめちゃ。王さんは？俺は、2回、3回と連続で負けてるし、プロとして、あ、でもそれ、やったんだ。今日ちょっと、誰の日みたいな風潮ちょっとあったけど、俺らの日じゃなさそうだね。いや、こっからなんかあるで、我々の日です。ちょっと、ということで、七井くん、じゃあちょっと戻ってきて、七井くんごめんなさいね、俺たちがちょっとこう喜びの2人びっかりに味わっちゃって。問題は、うん、第2回オジリーグで、うん、初めの方に立ったにもかかわらず、うん、ドブになった男を私は知ってる。そうなんだよね、いたんだよね、アメコレイ。彼は勝ったにもかかわらず死んでいったから。そうなんだよね、俺は禁物だ。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、すいません、引き続きお楽しみください。じゃあ、王さんとさ、はい、あとかね、自分はちゃんいや、でも、七井くん、いや、七井でしょ、はい、おめでとうございます。自分のプレーが開幕から少しできて嬉しい。いい試合できました。七井も見ていただろう、私の試合。いや、見てなかったんです。見ていない。まあ、いや、だって横で R さんとライルバさんやってた。あ、まあ確かに、そっちの方がでかいか、うん、勝ちましたしね。いや、一試合にこれまで1勝2敗だったから勝ちたかったっていうのがあるな。初戦勝ったのでかそうですね。でも、やっぱこれ違うんだ。初戦勝ったけどそのまま死んでいった男を渡しました。正確には初戦じゃないけど、ああ勝ったのにね。ハメコレイ、ハメコレイ死んでいった。ハメコレイ、なるほど、確かにそうですね。彼にはならないように頑張りたいです。まあそうなっちゃいますからね。でもなんか自分の動きができてればね、なんか拾った勝ちとかじゃなければ、なんかそのままいけそうですよね。まあとりあえずあそこに座って操縦桿を握ったんだが、はい、不思議と浮いた気持ちはなかった。浮いた気持ちはなかった。石井プロになる、あの、
C プロ君に C プロ君に取り返された時も不思議と焦りはなかった、はい、焦りはなかった。以前の私だったらそこで前部を吹かして石井君の置き技に気がかって死んでいったが、石井君でもブレブレじゃなかったですか、途中でスキル変更して。いや、あれは機能しました。彼の作戦を知っている。あ、知っている。途中で変えてくる。私は石井君の CFA の100試合が、あれあれあれ2敗なんですけど、あの人。いやいや、さすがにコークだから、コークだから。しかもあのネカリーバイソンだから。まあそうですね、これは別に多分負けに入ったと思う。でもとはいえ2連敗ですよ。いや、さすがにこれは負けに入ってないそこは肩ちゃんと持つんですね。そう、さすがにそこはちゃんと持つんですね。初戦は確かにあれだけど、2試合目はこれ触って冷静な分析できてますね。私は全てを俯瞰から見るかなりかなりそこは私に甘いわ、ね、おごりもない。どうかな、七井君、現状の試合を見て。現状の試合ですか。七井、聞かせてくれ。ミートさんがなんかやばそうですね。ミートは多分ウジリーグに飲まれている。飲まれてますあれ、マジで空気に。だから彼も世界的ベーシスト、要はニュータイプニュータイプだから。でもニュータイプその場でジャブしてますよ、あのステップ出なくて。あれはターゲットシュートしてあれはなかなか滑稽だったのかそう、シャドーボクシング始めた。いや、なんかルーキーが我々慣れた相手に対して、はい、開幕の 2,3 試合がああなるのもおかしくないルーキーがね、確かに、はい、そうですね。はい、あ、OK、そうです。なのでミートまだ過ちを禁止む必要はない。なるほどね。次の糧にすればいい。これあれでしょう、次のミートさん試合の方は、これケンスケさんと折笠さんか。なんか折笠さんもだいぶやばそうだったんだよな。一応あの熊田くん、熊田くん、あ、熊田くん予想だとなんか折笠さんが死にそうな。じゃ見ていきましょうか。これ折笠どう期待、ケンスケ飲んだトリアいいじゃないですかトリアいいでしょ。やばい、マジですわよトリアいいじゃん。折笠さんなんか不穏な動きしてるんだよな。しかもこれケイスケさん的に本田が多分一番きついの後期なんですよね。そうだから、コントレールとマジでかいんですけど、多分これ折笠さん本田の対策ができてなくてそのまま死ぬんじゃないかな。これ死にそう。潰れたぞこれ死にそうじゃないですか。いや、なない、これはいらないからです。これ匂ってますよね。こうなって生きてたものいないね。これ匂ってますよね。以前の私のよう、私を見ていると大まと。波動から残空。とはいえ残空波動拳、波動拳ともに対処が難しいですが、張り手追いかけてくれ。相手竜巻からしっかりコンボを決めて画面端へ。1回しかかってないんだよ。中シャドウ、あと EX。 あっと、これはあー、片や入り、V 入りましてしまう。中継から投げて百鬼入れ替えます。投げを抜けて、あ、そっちだ、そっち。お、これは対策してますね。しっかりとラカンで、ひょっとして投げしけに対して、あれ、折笠のライトニングブレードだ。さて、すべて百鬼、やはり押し付けの攻めがかなり機能しますね。折笠に積成を使わせたらこの世でもう右に出る者はいないよ。ハンサム積成なんてのありましたね。なんか積成拳、リターンの高い技をあれはただただ連打するっていう。あれは折笠のバルジギーださあ、ありて、さあ、今日はしっかりと確認から派生して投げていきます。あー、攪拌を知らない。ちゃんと調べてきてください。中央し、あー、これは体育をずらして潰していきます。かなり上からの攻めがノイズになってますね。投げて払い蹴りから、体力が少ないですからね。張り手走っていく、あー、もう一度、しかし確定は入れません。慈悲深い。しかしゲージたまりません。まだ残っている。100キどうだ、射撃をこれで削りと取り戻しました。序盤こそ流れは悪かったですが、ペースを取り戻しました。折笠
そしてあれ、オリカさん動き良くなってきたね。そうですね、うん、てかあれですね、やっぱ単純に豪気の押し付けが、まあ、この組み合わせきついから、で押し付け得意じゃないですか。だからそのペースになれば、そう、それがちゃんとできる相手がここに来たのは多分結構組み合わせ的に良かったですよね。キャラ相性いいキャラが来たのでかいね、はい。でそして石井さんと北井広場さんの試合なんかも始まっていますが、とりあえずまずは堀笠さんの試合見ていきましょうか。通常上げ張り手から、お、クーデク、ここでついに対処していきます。あの、しかし、お、猫魂、しかし本質的な解決にはならないので、ヤッキー、おっと、 EX 逆感で落としていく。そして入れ替え、これはかなり大きい入れ替え。あ、隣石井プロ対大カバか。そうなんですよ、そっちも気になるんですけど、まあでも途中なんでね。やべ、キャラ対しやがる中継。お、うまくしのぎました。しかし、ここでくぐってと EX を一応、さーっと一撃だが、ブリバサル、ここはどうだ。あー、コンボはしない、慈悲深い。中継竜巻、しっかりと画面出し投げたく、あー、そこで石星剣、そんなのオーバーキルですけど決めていきますね。これマッチポイント折り重ね動き、いや、いい動きしてきてますよ。圭介さんも困ってますね、残空にちょっと駒見されるけど、普段の折り重ねって戻ってきてますね。そうですね、あ、気持ちよく攻められてると。あーって、これはかかも安いですが、かっちり反撃でしゃがんでいれ、出てく、張り手落として上から上り残空の後のフレームが、お付けがないな。上り残空、フリフレっぽいところもあたかも有利かのように攻めていくので、圧がやばいですね、あれ。圧やばいね。あたかも自らの、あ、今のやばいくね。あ、これは今のこれやばい。さあ、匂ってきました。これ匂ってくる。しかし、やはりこれ入れ替えが、そして投げて大喜び。それは借り物のヘッドホンです、気をつけてください。折笠君ビクトリーシール、あ、折笠豪輝の勝利でございます。さあ、勝っていきました。さあ、もう一つの方の、もう一つの組み合わせ見ていきましょうか。ああ、割り込んでいる。投げて、あ、これはどうだ。いらっしゃいませ。ああ、オルティライン刺さる。いらっしゃいませ、おめでとうございます。いや、マジでホッとしてるけど、ちょっとやっぱまだフィリングが合ってない。手プルプルじゃないですか。プルプルだし、つけてから、つけてから来てください、つけてから、つけてから来てください、つけてから来てください、つけてから、もうダメだ、つけてから来てください。だとお手手プルプルじゃないですか。これ石井さんのやつ何なんですか今。 1-0 で石井さんが取ってるんですか、これ。1-0、なるほど。さて、バチチュー無敵技、ここの表裏もしっかりと切り返します。クラップハード、それからさあ、ここでトリガー発動して前に来る、クラップ、あ、割れが通るが、これは垂直、無駄に伸ばそうとした。そしてここで一気に形勢逆転、慣れないことはするもんじゃない。弱中から波動、そして中段卓へ決めてさえいればよかったんですが、はい、得意技ですからね、遅延行為。あ、おかえりなさい。今一番本当に痛い。どうでした？
マジで、あの俺本当それは俺が悪いんですけど、はい、モニターとフィーリングが全然合ってなくて、俺最初だからモニターとフィーリングが合ってない、俺のやってるモニターと全然違う感じなんですよ。ああそういうことですね。あ、まあ確かにラグないですからね。そうだから、なさすぎるのことを俺は知らないんですね、多分ラグなさすぎる。ああなるほどなるほど。東京っていうのを でもちょっとだから、まあ、許可いただいて、はい、おかげさまで1ラウンド1ラウンド試合合わさせてもらって、ああなるほどそういうことですね。少し良くなりました。あで、なるほど、だからコンビ捨てたんですね。すげえ痛い、マジで本当に痛い。あーきつい。あれこれ石井さんマッチポイントだ。でも他の人気になんねえや、文字で見てあげて、もう大変見てあげて、勝った人はちゃんと余裕を持ってここに。しかもこれ何、どっち、今のところ石井さんさっき負けてたし、板平さん勝ってました、ね、板平さん勝ってました。石井さんが2敗になる、あー早投げ、石井さんが2敗になって2敗になるかもしれないし、 でもこれ、うん、あのマッチポイントなんで、あえフルフル、いや違います、 1-0 で石井さんリードしてます。あそうなんだ、かなり、あれフルフル、いやなんか 1-0 ってさっき来ましたけど、11なんだ、11フルセットってことじゃ。あ、じゃあこれもう今終わりへと向かって、あ確認している、向かってるわけだこれが。あーマジで苦しい、クラップ、あー飛んでいる、クラップ中断、それはそれはやりすぎだ。あー残った残った、まだ残っている、まだあるんじゃないの、発動できればというところ。あさあどういったビジョンを見ているか、V リバトル、あ V リバステップ、無理やり仕掛けに行きましたが、これで取ったのは宇田博和健。まだ石井さん、あれなんかまだ試合やりそうですよ。え ?11? あ、やっぱり11だ、これこれで11じゃんこれで11じゃん。さて横ではトヨマンユリアン対 R ゼクーの試合が始まっていますが、とりあえずね進行中の試合見ましょう。クラップ、あー確定していない、クラップがタッチ強パンチ、あーは新竜打っていく、新竜やべんだよ本当今回、新竜強いですからね、特に7戦はかなり機能しそうな、確かに。とはいえ V トリガー発動して中足 EX さずまき、しっかりとこの状況でも確認していきます。プレーの質がいい。ちなみに今ゼロ2の人がいる、ゼロ2の人は宮下さん、あれゼロ前にいた、びっくりした、やばらかく、うん、東大元暮らしです東大元暮らし、黒人さんのバイソンだったからな、あ腹痛え、マジ痛え。さて、どういうのそれ、あ石井さんが、石井さんもこれだからやばいっすよ。そうですね、これで02組がやばいやばい、毎回なんか視線さまってるな石井さん。そう、俺はもう申し訳ないですけど、ここですでにあの負の応援をし始めてる自分がいますから。ああそうなんですか、うん、まあ確かにそうですよね、うん、残念ながらあの自分の身の可愛さが今先立ってます。直接対決とかありますからね。そう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 、だから今ブリは、あ手堅い、そのブリは手堅い。そして石井さんが弱中、新竜ありますが不用意にクラップなんかしなければ、おー中足、エクソスマンキー画面差し取らずにクラップ見てるでしょうか、どうだ中足、立ちくっきく、クラップ打てねえんだもんな、昇竜、しっかりと見ている、あここで流線脚、どこまで、あれあとここは次打てると、あーこれはしゃがみ強が刺さる、ミスでかいよな本当に。ここは緊張しているでしょうか、フルセットフルラウンド、はい切り画面出して、これかなり、おお暴れている、しかし打ち返してバックチュークラップ入れ替え、 V シフト、上からここも出していきます、徐々に落ち着いてきている、中クラップ当たっている、あー肘が届かない、これはかなり痛いミスになりました。おっと出しから賛成トイル、さあるのか、小足で止める対策だ、今ゆくスラップ、ここも
は終わる？これはしっかりと完走すれば終わるでしょう。勝ったのは竹馬け。俺は1000件叫ぶぞ。勝った。あ、プロの仕事だな。さあ死にかけている人が対面にいるわけですから映してあげてください。死の淵、死の淵を歩んでいる小川さんもね、一勝したんで、はい、じゃあまだ相手に変わりますんで、はい、ここから俺全部勝つんで、ま、回してください。信用しきれなかったな、信用しきれなかったな、全部勝つ、あんまり信用できなかった。え、今、荒さんなんかやったんですか？見逃しちゃった。あ、削りかけだったんだ。慈悲じゃん、慈悲。右上武神流。ああシーズン1じゃん、シーズン1だ。2敗。え、これ大変なことになってますね。これは大変なことになってまいりました。誰か、豊田さん来ますか。誰も来ないんですよ。みんな自分のことでいっぱいいっぱいで。いや、俺もいっぱいいっぱいですよ。なんか結構噛み合わないとことかあったし。見えてなかったんですけど。え、なんか削りかけ見せたんですか、ハルさん。多分ね、そうっすね。で、俺も削られてないのに V リバとか出しちゃったりして。結構ごちゃったんですけど、はい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 、ボタン押せたから勝ったみたいな感じでしたね。え、アルさん2敗か。2敗ですね。言うて強い人とやってるっちゃあるけど、もう序盤の流れが悪いと。そうっすね、危ないっすね、アルさん、多分。あんなにかぶいてきて死んだら、だいぶすごいですよね、本当。いやでもよかった、前回戦結構確かに前回危ねえなと思ってたんで、結構嫌だなみたいな。そう、ね、よかったよかった。あ、流星さんが、あ、流星さんありがとうございました。ドーマン最強。いやなんか意外。あ、これも面白そうじゃないですか。あ、大さんとミートさん、ミートさん多分ね動き悪いと思うんですよね。俺ミートさん2戦目っすね、これ、うん、ミートコーディー対オースコーディー。逆にオースさんはねかなり落ち着いてるっていうのを言ってたんで。そうですね、なんか石井さんに勝ってましたもんね。まあとはいえ逆にコーディー対策的にできてんのかできてないのかと。そう、なんか10倍ぐらいやったって言ってましたよ、あの前回と。オースさんが確かに全然動きいいですからね。全然いいっすよ。前回なんか死にそうなハムスターみたいな動きしてたんですけど、今回はかなりしっかりとキビキビ動いてる時のおっさんって感じですよね。ああ、ゾンからシフト手堅く守る。すげえ、5パン止まんない。さあ下がって、さあパイプ状態かなり牽制技も強力になっているので。あ、キキさんとリュウセさんありがとうございます。あーっとマイク投げて、おー、おーよく見てる。なんか上は出るようになってきたんでね。かなりそうダブルキックの対空が、おー、このままダブルキック。捕まえるは駒投げあるから。そうですね。あー、これはよく見ていました。トリガー中のステップで抜けていきます。とりあえず石出したくなりますよね。さて、タチキをパンクラッシュのターンしっかりと確認してパラブラムへ。そして横ではニャンシネカリ対オリカサ豪気の組み合わせが届いてないですけど、ダイヤシュ。あ、投げ届いてない。バックステップ狩りに行く動きすごいですね。オースアキラワールドがダブルキック垂直にも出る。かなり上出てますよね。出てる出てる。しかし白ゲージがとんでもなく溜まっている。そしてこのリーチの長いパイプ状態を生かしてコリの牽制技を潰していく。5番からしっかりとスイング、5番イーフソンクスイング、5番から中足刺していく。あっと、これは届かないってなんだか。投げてダブルキック、これは見ている。冷静、おっさ
対処していきました。あの結構発生遅いですからね。そうっすよね。ありますはちょっと微妙っすよね。耐久にはいけるけど。はい。あ、了解です。はいはい。徳田さんが解説席に来てくださるということでございます。大さん確かにかなりいい動きしてますね。ニャンさんが現在2敗と。あら。相手が結構きつかったのもありますけどね。そうですね。序盤に強い人当たるとやっぱきついって思う。ケイスケさんは大変なことになってましたけど、まあ、始球式のあれもありますからね。いやなんか思ったよりって言ったらあれだけど、めっちゃ強そうですよね。そう、ケイスケさんも。ケイスケさんなんかあのやることをもう絞ってきてるから、はい、緊張しても多分、はいはい、手なりでいつもの定食を出してきて安定したダメージを出すみたいな、そういう結構駒投げの読み合いちょっと苦手なんで怖いっすよね。そうですね、駒投げかなり。ファーゾーンクレベル2。そして、立ち強パンチから圧倒、ゲーダウン崩れません。打撃ゴール、スイング、はい、あと投げが取れ。じゃあ、あ、了解です。それで、頑張ってください。通って、なんかすっぽ抜けてる。空高く舞い上がった水田けし。たけしさん、いらっしゃいませ。毎度、徳田さん。いらっしゃいません。今回ね、オジリーが公式スパーリングパートナーと言われてもおかしくないぐらいのめちゃくちゃなキャラをね、やってきましたからね、たくさん。めちゃくちゃやったよ。今ミートさんが視線をさまってます。これね、ミートさん相当応援してますけどね、今回頑張ってますよね。うん、しかも、他のオジリーが参加者曰く、はい、一番ビッてると言われてました。あ、そう、一番ビッてます。あの雰囲気からして、もうここに来た時点からなんか様子がおかしかった。なんかおかしかった。そう、次来れるか不安になる。ここ勝たないと来れない。あ、そうかそうかそうか、なるほど。次あるのいつかなってちょっと不安になる。ちなみに、はい、今までって連敗っていたの？あ、いなかったです。あ、いない。いないです。だから歴史的な記録が打ち出される可能性も。あるんですよ。歴史的な。お、あ、見せてる。あーっと、お、なんか、お、おーっと投げて。これは？ホームラン。ウィンバス。あー、これは確定にはなりません。ジャンプ通っている。タッチキック。あー、ここでクロストタッチ。ここで天を仰ぎ見る。大崎ら天を見る。何を受信して、ね、あの当てみよう。真顔で打ってましたからね。文句言うの試合中になんか口数が多いですよね今日。いや、オジリーグマジでな、その試合してる選手の口からはぁとか声聞こえるのかなり面白い。超とか超かなり面白い。超って森野さんなんか今日口数が多いですよ。多分コンボ見せてんのやろうけど、超がかなり面白い。おっ、あと発動してからの前投げ、投げで通常、これかなり発動中の前投げ、スタンチが200になります。ダブルキック、ここも打つ。ミーゾ初勝利。え、いや、1じゃないですか。1ラウンド1セット、うん、あ、まだ取ってなかったんですか。取ってないんじゃないですか。取ってないかもしれない。これ2試合目ですよね。そうじゃあ取ってないです。あの人人のセット数まで覚えてるの。そのセット数までしっかり覚えてる。心に余裕ありますから。余裕があったああいうことも考えられるんですけど、うん、余裕がない人見てください。あの動画作ってるおじさん。え、待って、え、石井さん2敗2敗です。あの動画作ってるおじさんすごい。いや、あのね、やっぱね、人はね2敗すると心すさむよ。さっきね、R さんとちょっと喋って、いやでも、いや惜しかったっすよって言ったら、惜しいとかねえからって言われました。惜しいとかない。まあそうですね、惜しいとかない。負けは負けっすね。惜しいとかねえからって言われました。あるはい、まあ結構ね、まあ、おスイング、まあ、たまにね、多分僕らの画像よりも多分ね、向こうを映すときっといいと思うんで、カメラさん定期的に我々の実況席じゃなくて、あの外野席の方を映していただけると、あの味わい深い、多分みんなが見たいものが見られるんじゃないかな。外野席が一番面白いもんね。そうなんですね。あの天と地みたいな、うん、そういうのが。あ、そうですね。あ、でもあのなんかスマホ見てる人は違う。うわ、超珍しい。あ、
あの調整により少なくなったイエクスパラベラム勝つ当たりが当たりが起こった。さあイエクスパラベラム、ああなんだこれは。シャドーボクシング空振りからさ一気に形勢逆転。ウィルトさん確定は取れない。だいぶ面白い。あと空振ってストライクだ。あーそしてフロスタッチ、ちゃんと野球してください。おバンイエクスンク、やっぱり、ね、小投げの圧すごい。あーこれはダブルキック。ここ1ラウンド出ない。おプレイシャースルーフルフルやね、フルラウンドは。さあどうだ。ナナイ君これ笑わへんのすごいな。さすがキャスターやね。いやお仕事ですから。お仕事で確かに。おさあ行くぞ、行くぞ、行くぞ、くしぎだし。いやこれは左、これ極限状態やな。左極限の対戦です。フルセットフルランドですね。投げを通して、さあ端が見えてきました。しぎだしイクソンク、ここ1ゲージ入って打撃しっかりと発動して、ハンマーキックからラフィアン投げ抜ける。もう投げ抜けんのも怖いだろうな。あーダブルキック打つ、足今日うまい。そしてこのパイプちょっと、あーっと裏に来るから追撃して EX パラ、自ら画面足、画面端好きなおじさんだ。イクソンク間違ったな。あーホームラン、そうしたで捉えました。ミートさんは、いやじゃあここに座ってもらいましょう。確かにそうですね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ビクトリーシート、こっからお帰りなさい。こっからで、こっから、こっからで一勝できましたね。まずはいや何これ。どうでした。いやもう味わったことがない感情だから。明らかに、はっ、ミーズさん一勝いっぱいですよね。一勝いっぱい、あいつはゼロ勝3敗ですよ。えっていうか0勝3敗、俺の初勝利に水差すのやめてもらいますから。完全にかすかすんだな。いややば、まあいいですよ、ね、負けないってのことは置いといて、勝った水差すの話。いやー緊張ほぐれましたね今これ。一気に明らかに動き悪かったですよね。序盤1回目でしょ。そう、え2回目も1試合目、2回目は途中からかなり動き良かった。いや豊山さんの時はマジで頭真っ白になった。そうですよね、やばかったけど、いやおっさんに感謝ですね。王さんに感謝、王さんに感謝、王さんのおかげで。いや王さんがビクトリーロードを今引いてくれましたよ。ああ、なるほど、一勝するとかなり違いますからね。全然違うというか、もう何これ、とりあえずまず一勝するところからですね。格上怖え。いやもう終わってもいいところ、ほら本当だ、めっちゃプルプルしてる、めっちゃ震えてる。折笠さんもさっきここ来た時てくれました。いやフェイスシールド取れちゃってつけようとしてたんですけど手が震えすぎてフェイスシールドつけらんない。いやこんな震えたことないよ。そうなんですよ、まあ、かなりいい動きでしたね。大津さんも今日すごいいい感じにできてたと思うんですけど、大津さんもやっぱこう一応リプレイ見てやってた動きとはやっぱ変わってたんで、はい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 、いやどうしようかなと思ってたんですけど、まあなんとかいけたな。まあでも一勝した後にそのまま死んでった人とかもいるんで。あ嘘、やめてやめて。一勝した後に、うん、いやこっからね、こっからね、そう死んでいった人とかもいるんで。まだゼロ勝の人もいるんだもんね。そうですね、今ゼロ勝の人も席座ってるんですけど。あオッケーオッケーオッケー、うん、右側に座ってる人なんですけど、これ違うわ、気持ちが全然違うわ、うん、しかも豊山さんと当たるんですね。いや負けちゃい負けちゃい負けちゃい。そう勝ってる人はね、その勝ってる人はすごい喋れるんですよ。だって俺今日久々に今喋ったから、そう唇乾いてたもん。そうなりますよね、うん、そう石井さんマジ静かだったからな。あんなにね、自己紹介の時すごい元気良かったんで、もうだからこっち見てるもんだってすごい。あもう見もう見なくなった石井さん。かわいい石井さん、かわいいな。そうなっちゃうんですよやっぱ、うん、いやでもここからね重ねていきたいですね。そうそういう感じですからねやっぱ。いやでも
さっきから見てる方はやっぱりいつもの動きじゃなくなりますね。そうですね、明らかに動きが変になりますからね。いや、そんな中でも富山さんやっぱ普通に動いてたから、やり込みなんですよ。いや、なんかそこにこう差を感じましたけどね。そうですね。さあ、そしてこれ見ますか、あれ、圭介さんと、はいはいはい、これジャイアントキリング見たいですね。圭介さんのホンダがやっぱね、そのやっぱシンプルな動きを徹底してるので、いや、だって失うものないもん、あの人。そうなんですよ、無敵って言われてましたけど、あーっと大方やり入れ替わって垂直、えらっ、おー、マジか。え、でも今の実況やばくない？あー、しかしこのコンボは偉い。途中までは偉かったんですが、今のパチキョーキック相当偉かったですね。やっぱやってきてんな。そう、当然だけど今回のいいところはあれですね、なんか露骨におめえやってねえだろみたいな人もいない感じですね。え、前回は？いや、なんかまあでも死んだやつやっぱもうやってないそう、やってないやつが死んでいくみたいな、まあ、やってないやつがまあ負けてるんで、まあ、やってようやってまいがやってなかったんで。でもぶっちゃけ今回のメンツは俺と健介さんが多分一番伸びしろあったと思うから、はい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 、そこでどんだけこうびっくりさせられるかなみたいなとこあったんですけど、はい、全然1ヶ月前と落ちてる。やばいやばいやばい、よし、えらっ、張り手空中から追撃、すげえの、え、かなりいい勝負しますね。ここまで通常投げから圭介さん、やっぱこういう場でやっぱ強いですよね。なんかこう落ち着いますよね。そうなんですよ、だって俺敬語になっちゃってるもん今、緊張しすぎる。ミツさん、解説金来ると敬語になるんですか？え、今日は敬語になっちゃう。今日敬語になっちゃう。終始、確かに終始敬語。あんま敬語じゃないですもんね。あ、一、助けパンチ行かして。いや、勝ってほしいな、これ。張り手。張り手。私、手堅いんですけど、動きが。うん。で、コパンで触って張り手っていう。すげえ、手堅い。から入って、マジかよ、先にセットを打ったのか、すげえな、あんのかこれ、本田圭佑、トライアウトしていた側に牙を向いています。マジかマジか、トライアウト再来、ソーシャン圭佑のトライアウト始まってますよ。これトライアウトされる側だったか、本番でソーシャン圭佑によるトライアウトがここに来て開幕。黒人、これトライアウト通過できるのか。さあ、ウィーバーさんでタスキョーパンチからしかんた F フィギュア貼ってダスト強化しています。あ、でも石井さん勝ってますね、止まりでは。本当、石井さん残ってる。え、マジか、何が起きてるんですかこれ。弱中、ここは手堅く、ここ富山さん勝ってほしいな。確かに、あの個人的にはここで石井さん負けてもらえた方が、そうですよね、俺の心の安定が全然、全員が一緒になると結局同じラインですよ。そうゼロ勝と同じラインなので。張り手、張り手、さあこの橋の動きがかなり手堅いんですよね。しかし前に歩いてくるならばだとユークスダスはたちまち払い切るから発動してしゃがみ中頭突き、これは深いが、おっと、出したら、なるほど、入れ替えて、しよう、張り手歩いて投げる、あれ、ここは V シフトガードしている、垂直最大ターン、 FFE 溜まっているので2ゲージ入って倒しきる。ここで取り返します、黒人マイさん。お互いいい感じに動いてますが、ああ、石井さんやっぱ慈悲深いな、さっき慈悲深い、慈悲深いですね、なんか結構見るんですよね、さっきからね。あれ何のためにシフトしたの今。何のためにシフトしたの今。これがオジリーグか。マジか。V ゲージを募金した。慈善団体。慈悲だ。そう。V ゲージ募金です今。そういう使い方するんだ。さあ払えるか。ラスト。カウンター確認しています。あーってこれめくって、おっとおっと、あーこれは肩ゆり、キック投げて、さあこの橋の状況、おー、
暴れの外のワンダー、すげえな。プレッシャー、プレッシャー、ディフェンス。盛り上がってますね。しっかりと確定反撃。中足突きの確定が結構難しいですよね。立ちガードして中足、うん、ターゲットしかないっていう。遠目はこれも中足ターゲット、しっかり丁寧に足キック、ラスト立ちキック、しっかりガードしていますが、スタンチ溜まっています。 DX ラスト、これは黒人バイスのラウンドになりそうですね。ルイリバもしたいですが、使ってしまうと逆転がない。 DX ラスト、さあフルセット、フルラウンドへ。っていうか右下、石井さんマッチポイントですね。これリーチですね、石井さん。足の状況はきつい。投げて、とはいえどちらもフルセット、左下もねフルセット、フルラウンドなので、グラウンド100巻頭突き当たっている。しかしここは暴れて FFB 張っていきます。手前落ち、ここはダストからのダスト、さらに FFB ダスト、ああこれ厳しいか。足立ち気を効く、かなり黒人です。おー、これはハリテから勝て、入れ替わる。ハリテ、ウィリバサル手堅く返していきます。立ち気を効く、100巻当たってるぞ。これは何か起きるんじゃないか、後ろ上げ、おっとハリテ、ウィリバサル通常だけ、どうなる、フルゲージあります。さあどうする、これはじっくりと待つ。あーダストいった、ここは1つ通していきました。いや大物食いは許しませんでした。あの雄たけびが苦しさをね、やっぱりね、危ない試合でしたね。いやいや、引き続き頑張ってください。また待ってます。いやマジで接戦でしたね今の。息、肩で息してますね。ごめんなさい。あー勝ちました。いやギリギリでしたねマジで。超ギリだったね。あんだけ困らないジャンプしたらまだやってきたんです。よかったですね。飛んで先に選択かけて誘導したんだけど、さすがだわ、ゲスト。ちなみに今石井さんが勝ちそうです。え、マジで？すごいじゃん。勝ちそうです。お、勝ちは、これ勝ち？これ勝ったら勝ち。このまま負けたら最高なんだけど。負けて、まあ、あーっと、させといる。お、いいぞ。リエクセントはここは打ってました。でも食らっても全然いいから。シフト下がっていきます。サンダークラフトともにラインを回って、まさかの石井福平に。お友達さんもなんか対空が出なくなってきてるんです。なるほど、石井の飛びね、意外なんでね。無痛覚ジャンプが刺さりまくるっていう、石井、うん、勝てよ。こいつね、勝ち表裏あるからね。勝ち表裏があるから普通に頑張れ。最後に慈悲を与える。そうそう、垂直ジャンプ入れたら勝ちとか。あー最後に出ないんですよ。あー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 、これはしかし偉い、この反撃。オジリーグって覚えた。あーオジリーグだった。あーまだ入る。シフト、シフトブレイク、ステップから下がって、お互いのブレイクだが、石井プロ初勝利。富山土ユリアンを落としました。マジか。はじめまして、おかえりなさい。どうもどうも、皆さん1時間ぶりです。石井プロです、よろしくお願いします。どうもおかえりなさい。実はこれマイク乗りづらいんですよ。近めにね。はい、どうもこんにちは。いやー、トーマンさんに勝ちましたね。いやー結構ね、部が悪いかなと思ってたんですけど、まあ、あと事前の情報が全然なくてね、まだ。はい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 。ただまあその直前にドグラとかシュートと対戦した人もあって、結構手応えあったんで、ワンチャンいけるかなと思ってたんですけど、はい、まあ、向こうも緊張してたっすね。でもいや、トーマンさん結構もう2勝してかなり動き良かったんですけど、だから石井さんの試合だけ異様に対空が出なくて。出ないとこで飛んでんの。あ、出ないとこで飛んでる。わかる。出ないところで飛んだ。そう。あ、まあそうですね。だって出てないですもんね。そう。そう。出てないですもんね。そういうこと。その通りですね。いやー、一息ついたけど、でもなんか今回混戦だからさ。うん。あ、一緒。全敗のやついないでしょって。怖っ。やばいわ。アルさんも。そう。あ、あそこですか。
そう、あのやからっぽい2人が。あ、なるほど。そう、あのなんかさ、俺自分が対戦してる時に裏でやってる対戦って分かんないから、はいはいはい、状況がちょっとよく分かってなかったですけど。そうですね、スコア表とかちょっと映しますか、映せるのかな今回カメラで。長そうだよ。まあまあまあいいっしょ。あ、なるほど。じゃあ僕らの顔を消滅させて一瞬スコア表とか、ここまでのスコアをじゃあ見て。そうですね、はい、多分みんな気になるでしょう。映せますか、どうでしょうか。まあ、多分伝えたと思うので。来るのではないでしょうか。スイッチャーの方がやってくれるので。来ました。あ、来た。もうちょっと寄ってほしい。もうちょっと。バキバキの手書きだし、すげえ光が映り込んでる。もっと寄ってほしい。カメラ寄ってほしいですね、これ。ズームとかできたらいいなくらいの気持ちです。これが1万8000人見てる大会のスコアボード。今1万8000人見ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいですね。とりあえず一番上に書いてあるニャンシさんが03って書いてありますね。もしあれさんも02と、あとはなんか1、おいい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 感じですね。1勝1敗1勝2敗、そうだね。だからそこかなり混戦だね。そうですね、全勝がいない。全勝は全勝黒人か、黒人さんが今のところ優勝候補。まずいね。ああそうかそうか、歌いてもさんもお互い動きいいんだよな。試合始まってんじゃん。始まってます、見ましょうか、はい、アールゼク対ミートコーディ。ミートコーディ、ミートさんがねやっぱ元気を取り戻してきてるんですよ。そうです、ね、この大会1回勝つとね活力がみなぎってくるんで。そうなんですよね。で対するはこの活力みなぎってない人なんですよね。しなしなの。そう、もう面だけど。あ、あ、舞い上がる。あ、しかも打っていく。いやいや、でも全然もうこれでおしまいでしょ。いやー、ここで動いてしまうとものすごい減ります。あー、マジでかい。これはおっしゃったんですが届いている。ここで発動、そしてシフト、リバもないの。下段手形。いやもうあれだったらさ、マジで超反爆地じゃん。そう、2分の1、これ2分の1だからね。手堅いっすね今の。ちゃんと下段相当きついよ。選んだ小技、選んだのはだいぶ手堅いっすね。落ち着いてますね、ミッツさん。いや、いつもなんか R さん、そう、序盤勝ってたじゃないですか。なんか静かなんですよ、今日。あ、なんか過ごしやすくていいなって、うん、なんかすごい静か。そう、うるせえじゃん、最初の方とか。うるさかったじゃん。うん、これぐらいがちょうどいいなって。でもだいぶ元気よくなってますよ。中断とか出始めるとちょっと元気が良くなってる証拠で。そうなんですよね。パーフェクト KO。 そう、しかしここで一勝渡さなかった場合、かなりかなり戦況が変わりそうですよね。出る。いや、アルさんこれ負けた時の顔が見たいですね。そうですね、それも見たい。ただまあ言うてね、俺もまだ一生なんでね、全然余裕はないわけです。まあそうですね。あ、口プレイ入りましたよ。すいません、そっちの試合見てません。そっちでやっていただいて、こっちはそっちで、あの元気にやって、吉野にやってもらえれば。しかしミートさん、ちょっと痛い打撃をもらいがちですね。投げて、あーっと空対空取っている。あー、これ惜しいぞ。これはあるんじゃないですか。しっかりとハンマーからスイング、打撃3回ブリバサル。あー、これは偉いが、あーっ、ここ2段目ブリバサル、ダブルキック、あー届かない。出したんですが、ちょっと遅かったのかな。裏側の発生は2段目になってた。お前の方が面白いな。食事の劇が入りましたけど、ヘッドホン越しにも聞こえていると。ゼロ三ミーです。これがミーだと。まあそうですね、ミーですね。はい、ここでアールさんが勝ってしまうと、マジでその混戦だね。ガチの混戦ですね。一生が意味をなさなくなると。そうだね。だからヤンシさんがね、なんかそのまま死亡していくっていうのはちょっと考えづらいんで。そうだね。さすがに実力で考えると全然まだまだ。そうなんですよ。残念ながら。そう、まだ。ここは、から読み出し、なんかじりじり、あー、モーザントの確定を返せない。あれ、入れやすくなったんですけどね、前に比べて。そうだね、前なんか硬直時間が長すぎてよく分かんなかった。うわー、倒れる。この入れ替えは大きい。ワンチャンというところじゃないですね。そしてこれは発動ですね、はい、下段手堅いスイング、まだ残る。うわー、ここも下段。さあ、何になるの。
オタク開幕お互い前飛びですからね。やばいっすよね、もうもう殺意ですよ、殺意何を読んだんだっていう。あーっとイタチダブルキックで潰していく、対策してますね。さてあーここはしっかりと待って、しかしお互い様子を見てからの、あーここも入っている、あと本当、あー普段絶対しないコンボミス、しかししっかりとフォローしていきます。なるほど、セットプレー、なんかあーうさんくさい、なんか鳥がこうこれは上振ってますね、上振ってますね、気持ちよくなってますね。でもあんまこういうのが出るところだと結構メンタル的に余裕が出てきて、余裕出てますね。これはきつい時はコマ投げと打撃のタクになってしまいます。そうですね、特にガシよく見てますね。バンで切り返す、ワックステップ、リークゾンク、ウィーバサル、ゾンク2段目でやっぱドリバー返せるのは結構でかそうですね。ここもダブルキッカー出さず、しっかりと歩いて対空と下がる、中足ゾンク、ジャクジャクか、フェレットが地味にうざいんですよね。フェレットは何なの、イタチ、イタチ、まあ、フェレットに見えます、フェレット、フェレットでいいじゃん、フェレット、フェレットが地味にうざいんですよね。そう、フェレットダメですよね。そう、おっと、サンプル飛びの軌道をしっかりと追撃していく、あーこれは残らないか、どうだどうだ、バカン返せ、残っているぞ、全然ワンチャンあるからな、本当に本当にワンチャンあるから、ゾンク、あーだめだめだめ、殴っている、あ、抜けている、おー、ブリバルぞ、ブリバルぞ、あ、そしてタッチ、ここはどうだ、ダブルキック、ここで吠えた、野田龍太郎吠えた、アルゼンチンの勝利地の底からまずは抜け出す、まあ、手が一つかかった、そうですね、こうやってうってなったですね。いやー、ミキさんの勝負来ましたけどね、ビクトリーシートの、じゃあアルさんに変わります、じゃあまた頑張ってください。じゃあお帰りなさいませ、始まったぜオチリーグ、いやもう1時間2時間くらい前に始まってますよ、もうかなり前に始まってるんですけど、かなり始まってる、初戦負けたの初めてだった、あ、そうですよね、今まで大体ずっと全勝だったから、はい、これかと思った、そうですよね、なんか後半で、ね、優勝争いのマッチを組まれてそこでなんか負けるみたいな展開が結構アルさん多かったイメージがあったんですけど、初めてのスタートじゃないですかこれ、みんなが言ってる意味が分かった、血の底スタート、あのね、体温がどんどん奪われてる静かにで、喋ることがないから喋、はい、ってないじゃん、はい、あのハイエナだけが、はい、これに話しかけてくるイタゼットとかドグラとか、確かにハイエナがいます、ハイエナたちだけが俺をニヤニヤしながら、はい、うん、今んとこ最高とかあそこの多分ノーダメージですからね、お、なんか起きてんぞ、あ、なんか起きてんぞ、終わらせた人いる、これどうだ、やばいな、あの人あの人やばいですよね、なんか絡みづらさやばいな、やばいね、いやでもね、いやまあ龍と剛の相棒さすがだよね、確かに、あの人の姿をしてないもんあれ、あそうなんですよ、どう見てもおかしいんですよね、どう見てもおかしいんですけど、なんかうまいこと勝ってるんですよ今日は。あ、ザンギさんと、あ、了解です、ビクトリーシートに呼びたまえザンギさんが来るらしいです、豪傑、豪傑、来い来るの、来るの、ああ、なんだ、いたぜっとか、ザンギさんが僕とちょっと答えするのが、ちょっと初戦からの流れをザンギさんとお話ししていただいて、あれ、ザンギさんは来たら交代しようか、いやでもね、こっからだね、ちゃんとやってきたことがちゃんと肯定された気がした、いや良かったっすよ本当、あ、ザニさん来た、交代で、フロンタルはダメだな、いや今イキリ狂ってるわ、はいどうも、イタゼットです、はい、あのチラシ寿司として、はい、あのちょっと喋らせてもらおうかなっていうところで、ああ、あのちょっとえ、ね、あのなんか2敗して、ああ今なんとか1勝と掴んだと、2連敗からの1位だね、はい、はい、なんかね、まあまあ、今ちょっと安堵の、まあ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 、生を実感しているちょっと映ってねえんだけど、ちょうど映ってねえんだけど
これ3人とかありだろこの場って。いやわかんない、いいの、いいんじゃないか。いやでもなんか調子良さそうじゃない。確かにね、フロンタル抜きたら消えろなおね、なんだあの出たがりは。うん、でもう一回勝てばね全然座れるからね。そうだね、うん、いやでもいいよ、あの、うん、フロンタル喋りたいんだったら。まあまあまあね、俺次のフェイスガードしろね。いやアルさんね、昨日アルさんのストリーム見てさ、最終チェックだとか言って、ああ玉抜けの V トリガー2をすこうなんかやってるの見て、ああなんかね今コーディー戦で2分の2で使ってるみたいな。そうだね、そんな感じでね、焦ってた。いやもうねさすが焦ってたわね。あれは相当オジリーグでしたよ、本当にオジリーグでしたね。うん、なんで人はこうなってしまうのかっていうね。いやでもね、こっかまだまだ早く1勝できてよかった。はははだって全敗の人いるっしょ今。全敗が今は多分いるんだ。だね、腕毛さんだよね。腕毛さん。腕毛さんだけだよね。そうなんだよね。ああいや、まあ、確かに一勝はねかなり、あの、ね、とりあえずやっとなんとかっていう、ね。9戦あるじゃん。はい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 。9試合あってまだ2試合とか3試合だから。はいはいはい、序盤も序盤まだ序盤なんですよ。そうなんですよ。だから見えてると焦る必要はないと思いながら。はいはい。でも俺の脳裏によぎったのは初の全敗で死ぬとか。いやまあね、もしかしてあんのかっていうね、その良くない走馬灯みたいなものが、良くない未来が見え始めて、これがオジリーグかと思ったね。あれさマジ向こうで全然喋ってなかったからね、本当に喋ることがない。喋ることない、喋ることないし一応やばかったのは、俺ドブになったら実況解説今日はドブでお届けしますみたいな話になりかねないじゃん。そうですね、1年間ね多分。そう、それは1年間ぐらいは FGC 的に許されないわけで。まあまあそうっすよね、確かにそれは許されないからな。まあ俺頑張らなきゃいけないと思ってるよ。あのね、やつの分まですごい、あれ本当にリアルに想定した感じだよねそれは。いやそういう世界線も、いやそういう世界線あるよ。俺今日まで考えたこともなかった、そんなこと1ミリも考えなかったんだ、はい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 、負けた時のことなんて、うん、さっきあそこで座ってる時に試合見てるはずなのに俺の目の前に映る映像がそういうFGC のよからぬ未来、未来の世界線をだマルチバースだからね、別の世界線だと思うんだけど、うん、なるほどね、あまりにもやばかったね。まあじゃあそれね、貴重な1勝とりあえずね、うん、そうですね、とりあえずまあ1勝できたんで、うん、よかったなっていうのと、まあもう歌参戦はあれだね、まあ接戦だったし、はい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 、まあ序盤なんか押されちゃったっていうのがあるけど、うん、まあ、富山戦はもうちょっと心が弱ってたから、うん、なんかもう自分の中ではノーカーだなみたいな。はい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 、こっからだね。ノーカーになるのかよ。いや大丈夫、いやまだ助かったとは思ってないけど、はははただ序盤で1勝来たのは超でかい。なるほどね、まあ、確かに0304みたいな世界戦もあったんだけど、これはねみんなが言う通り、はは連敗の流れマジでやばいわ。はいはいはい、何も自分を信じられなくなった。そうなのよ、自分の選択肢とかね、もう己そのものをねがね、やっぱ信じられなくなるというか、心ここにあらずになっちゃうからねやっぱりね。そう、うん、で今ミートがやってるじゃん。はいはいはい、ミートたけしも一勝して早い段階でやったみたいになってたけど、はいはいはい、俺にやられて今濃くじゃん。濃く超きついと思った。確かにこれはね、うん、だまたその負のスパイラルに陥る可能性あるよね。いやまあどうだろうね、ミッさんでも割と結構ある種ほら、ね、今回初参加でさ、うん、大会経験値もそんなないみたいな言われてる中で、うん、結構ミートさんなりのやれることやってる王子だなっていう。そうだね、うん、こういうの見てるけど、いやお前で豊マンがさ、ああさっき石井プロにやられたじゃん。はいはいはい、でこれでハンサムに負けるとさ、はいはい、優勝戦線から多分落ちるじゃん。なるほど、とかね、確かに。トヨさんね、ああ俺すごいもう今バッキバキだなと思って、はいはいはい、優勝候補かなと思ったんだけど、はい、さっき石井対石井で結構イージーコンボミスしてて、はい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 、むしろオジ出てんなと思って。あオジ出てんだ。トヨさん結構オジ出てんなという瞬間があって。マジか、うん、だからやっぱ分からんなっていうところですよね。で俺折笠さんがちょっと黒目に見てて今回、うん、あね、なんでああそれはなんでなの。いやトータル
最終的に、まあ、一応俺のなんかドブ予想入れさせてもらったんだけど、はいはい、なんで、でもオリカさん今2勝してるから、あ、もう2勝してる、そう、今2勝のはずなんで、しかも今1-1の状態だしね、予想屋さん、予想屋さんふぬけか、いや、それはまだおお、ね、終わってから終わってから、だいぶ元気出てきましたね、あなたね、本当に、おかげさまで、さっき裏でなんか、ね、おかげさまで、ね、あなた方ハイエナに食い散らかされてました、だいぶ違いますね、さあ試合が結構佳境に入ってきてますか、これもう一勝してな、早い段階で試合見てますか、今見てます、見てます、かなり見てます、かなり見てます、だって対戦するかもしれない、ね、でここでやっぱ豊満にハンサムが土つけられればでかいのと、うん、なんかね、いやもうジャクジャク CA とかも余裕あるもん、いやこれ豊さんもしっかり寄り切って、はいはい、あ、じゃあ行ってきます、ありがとうございます、小藤さん、はい、全勝っすか今のとこ、全勝だから行ったでしょ、行ったでしょ、もう自分より弱いやつ集めて、ああ本当やってただけ、申し訳ないっていう、ああ、ね、なんか、はいはいはい、本当いじめてるだけなんで、ね、最後コクスペ出ちゃったじゃないですか、ジャクジャク CA、 ジャクジャク余裕ありましたよね、すぐ立つからあいつは、もう出ちゃうんですよね、あれ、なるほどね、で、はいはい、まあだからもう先に謝っとこうかな、本当になんかなんかしょうもないやつら集めて俺だけ光ってる、光ってる、輝いてるやつがなんかそいつらをいじめてるだけでこんなに人をね集めたから本当に申し訳ございません、あ、なるほど、これぐらい言っとこうかなってね、あ、余裕ですよ、と今正直国が今優勝濃厚にね、濃厚ですよね、豊さんがいっぱいかな、そうで、なんか石井に負けたらしいんですよ、そう石井に負けちゃってみたいな、それが結構まずいですよね、石井に負けるはまずいですよね、そうそうなのよ、その流れもちょっとねそれ以上喋んないと配信中になるんです、でもなんかね、ちょその優勝候補なんかどうでもいいんですよ、ぶっちゃけ、あ、はは、まあね、ドベがそれは、ね、今誰なんですか、今あの腕毛さんです、腕毛さんが焼き鳥ですね、はい、焼き鳥はまずいだろマジ調子に乗って上がりなしです、ね、上がりなしですからね、ずっとノートマップ払ってるんでしょ、もしかしてあれじゃ両手でレバー握ってるじゃん、怖くてもうボタン押してるじゃんと、だからそうこっからやっぱ腕毛さんの本質が試されるんですよ、確かにね、そうですね、確かに確かに、だかいつもなんかそうちょっとさ高めからさ、はい、セーフティーな立場で言ってます言ってます、そうプレーもやっぱりすごい気持ちよいプレーがね、そう結構できてたと思うんだけど、はいね、こういう今もう全然ですもんね、そう噛み合ってない、まあ、でも開幕やっぱケイさんにやられるってこういうことなんですね、まあ確かにここまで落ちるって最高の開幕戦だったから、ね、本当にいい試合でしたね最後駒投げと EX やったっていうもうそれにかけたんでしょ、お互いね、お互い一生懸命練習したけど最後の選択肢はそれっていうそのね1曲目からだからもうやっぱね流れもねなかなかね、そうですね、確かにやっぱこうなっちゃうのはちょっと仕方ないなっていうのもあるんだけど、そうですねでなんとか持ちこたえてもらって、うん、いっぱい一生同士がいっぱい集まると前回みたいな楽しい感じなんですよね、はいはいはい、だから石井あるこれやばいんじゃないの、決定戦じゃない、そんなことない、確かあれは一生同士じゃない、あ、石井さんとやってるね、あるさんやめてもいいんだけどあのステージが悪い、ああそうなの、 CPT 準拠なんで、はいはい、でももう始まってますから、やってます、じゃあ OK です、 OKOK、 なるほどね、確かに一緒同士のこれやっちゃうと、だでもあれか、イヤンシが勝てばまた一勝が増えて、そう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 、あ、リーグ表を移しましょう、リーグ表を移しましょうか、じゃあリーグ表一回見させてもらって、いやでも板田さん本当毎回ねありがとうございます、いいえ、頼まれます、本当にただのファンボーイで遊びに来てるだけなんで、毎回遊びに来てくれますね、本当に遊びに来てるだけだ、2、3、4とあ、来ました、出ました、お、リーグ表で、これでどうなってます、宮内が0-3、富山3-1、北陣4-0、 R が1-2、ハンサム2-2、やっぱ序盤なんだよなっていうのあるよな、歌広場2-1、石風呂1-2、大須2-1、ミートタキシー1-3、ケースケが1-2、なるほど、これ結構全然みんな全然怪しいですね、ただ俺はもうなさそうですね、まあそうですね、俺と富山は ねもう抜けたっぽいですね、あ、4勝はもうだってビリになるっていうのは物理的に
相当難しい。そうですよね、よかった、うん、オジリーグ5開催できる、よかった。自分が考えたら開催しないじゃ、開催はするんですけど喋れないじゃないですか、出ないじゃないですか。まあまあ確かにね、よかった出れる。いや裏方に徹してもらうっていう方もあるから、そうそう、それもあるんですけど、ね、出れる、よかった。なるほどね。でもこれで危ないのが今ミニとたけしが危ない、1三だと。でこれあれですね、 R と石井がやってますけど、これ負けた方が1三になるんで、そう、どっちかが1三になる。でこれニャンシと歌広場もあって、これ、ニャンシャ勝つとまた1、3になるってことですよ、うん、おもろい感じです。1、3が増える。あー、もうね、あ、当たってる。なんで全部当たってねえじゃねえか、あれ。こっち見よう、こっち見よう。あ、右行く。いや、じゃこっち見た、これ、こっちの画面ね。こっちの、あ、こっちの画面、はいはいはい。どっち見る、どっち見る。いや、じゃあ左いっぱい、いっぱい出す、一生同士、一生同士見ていきますか。 R 対石ね、左の画面、左下の画面。おっと、不気味な中断が。おっと、チラシ X R さんで石に取られるとまずい。あー、シフト、おじシフト来ました。ねえ、画面端シフト。あっ、チラー、見えません。おじさんは見えません。確定です。これはもう打った瞬間確定です。革新的な中断が当たりましたね。昇竜拳とか何か置いてない場合に、確定です、おじさんはね。年確定。石井さんなんかおじシフト結構使うんだけど、なんかイージスに引っかかったりとかして、もう最高です、ね、意味ないんですよね。調べてないんで困っておるみたいな。ちょっとね、これ歌広場が一勝したんで、確かに、ね、え、これちょっと、ね、まさか似合わせ0-4って弱くないですか。腕毛さんやっぱちょっと腕毛さん突き抜けるぞ、これ。盛り上げてくれるな、不穏ですよね、やっぱり。あ、石井、これあれが中断は、ゴジラのに勝った。石井車輪が、石井車輪が当たんない、石井車輪が当たんない。でも EX 買ったんで、おっと、ガキャン、あ、いいですよ、ビリビリ。おお、これ見てた、玉抜き EX 勝利。さあ、奥攻めよ、中断。なんでコンボ入れない、なんだよそれ、なんでコンボ入れない。小動物、小動物、小動物と一緒に、あ、何回勝ってんだよ。もうね、何回勝ってんだ石井てめえは。おお、すごいね、さすが、いい試合、本当、オジリーが本当素晴らしい。普通にそこで勝って終わりなんですけどね。ああいう石が、あの鉄火場を最高に楽しませてくれる。そうですよね。ありそうと思いますもんね。ちゃんと負けますからね。これ R さんで逆に石に負けると相当危ないんですよ、うん、もう石を勝利、その勝ち星に入れてないってことは、まあそうそうなんで ね結構このお尻がやばいんで、うん、OK。 あ、じゃあこれ終わったんでしょうか。はいはいはい。おーね、さあこれちょっと腕毛さんちょっとピンチだけどな、これもな。あ、あ、腕毛ちょっと、腕毛今日流れ悪いぞ、これ。確かに終わったの、腕毛。あ、終わった、終わり、どう、中断ガード、おガードしたけど、うわ、あるよ、おお、うわ、腕毛もおつけた。いや、ねじ込んだ、めり込んだね、ねじ込んだね。すごい、おー、よく今の勝つと多分勝つんじゃない、ね、流れが来るぞ、絶対。やっぱり暗い感じ出すね。こっちから来る。OK。サンタロウさん、帰ります。じゃあ、サンタロウさん、伊藤さん、ありがとうございます。はい、また、引き続き楽しんでください。お願いします。ありがとうございました。来ました、サンタロウ。あそこマイクね。マイクないと聞こえないんで。OK、はい。結構ね、マイク近づけないとダメ。あ、そうなんだ。はい、そう。サンタロウさんでございます。遊びに来てくれました。いや、最高ですね、おじり。おじり最高ですか。うん、初めて現場に来たんですけど、はいはい、いやー、面白いな。よかったよかった。R さんとニャンシがね、はい、追い込まれてるっていうのがまたね。そうですね、うん、あのね、マイクをね、左側にから、うん、おっ、オッケー、歌いよかった。そう、ニャンシ04。だって歌広さん相当うまいですね。歌広はね、かなり仕上がってるんですよ、うん、勝てる動きしてますよ。さあ、ニャンシが04でございます。危ない、これは行くか、流れねえか。これ聞こえてるのかな、これ。聞こえてる、聞こえてる、はい、左の方この一応ここに、ここら辺に、ここ斜め、こんな感じね。そうそうそう、斜めよ。そう、いや、そこ行き過ぎかな、ごめん。行き過ぎ、ちょちょちょ、 OKOK、 はい。ニャンシが04か、前回の優勝者ですよね。優勝者ですよ、うん、すごいですね、前回の優勝者が04って。どうなってんだこのゲーム。いやけどレベル上がってますからね。そう、うん、あ、これ、あ、これ R がワンチャン負け、これ11です。お、いい勝負。あー、体育がめくり、
運がり減る減りますね、これ3チャン分ドラルだからあ、うっざこっから石井のターン一瞬だ最低こっから一瞬だ一瞬だ減るさあ死なない中段ガード石井車輪が見せるクッチさん来てない投げる新しいセットプレー出ましたねお前ら八百長してんじゃねえよちゃんとやれよてめえらよおお終わってんな今八百長してんじゃねえよお前君取ってほしかったですね今ね君取ったら勝ちですしコンボ入れたら勝ちですしもうほんとすごいっすわお互い何かが起こるな起こりますねさあここで石がおー石がなコンボつながってつながってないけど当たるガーキャンうまい硬いさあビリビリから来てビリビリと一緒におーくらでかいでかいあれいやコンボ入れないですなんで入れないんですかね普通に入れればあー終わりましたあーコンボ入れないいいのにねいいか分かんないなんで入れないんでしょうねマジでわからないですねコンボ入れるだけなんですけどねうんコンボ入れたら普通勝ってたでしょ確かに内容的には石井さん勝っててもおかしくないんですけどそうですよねいやここがやっぱりリュウちゃんの強さでしょ、ね、うん、こういう時でも勝つっていうそうですね、まあ、あと石井の弱さというか石井さんこれで 1-3 ですか石井さん 1-3 ですあらららららこれで、ミートたけし 1-3、はい、並びました石井さんが 1-3、腕毛が 0-4 そうでこれでケイスさんが負けるとこれ 1-3 で負けるああそうなんだだんだん見えてきましたね、死ぬ人間がだんだん、ね、死ぬ人間が見えてきました、うん、もう僕だって良いです4勝でしょもう良いですいやさすがに優勝候補なんじゃないいや、優勝はどうでもいいんですよどうでもいいんだ最下位になるわけよあそうか、うん、いやいや、よかったこんな奴らに負けたくないですからねこんな奴らだね、中で最弱って言われなきゃいけない最低なことですトリガースカって投げるセットプレーとかしてくる奴らですからねそう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 いやあ、ニャンシー1個空いたらどうするで試合半分終わったら教えて。これ国だけ。国だけ。スキル半分じゃ。スキル欄見たら。半分終わったら休憩入れるから。あと1試合ぐらいやっとくか。やっとこうか。半分やっとこうか。まあ5勝ぐらいやっといてもいいよ。あ全員5試合。全員5試合やると。そうだ全員5試合。あれですかビリがこれ管理するって役目なんですか。あ違います。これ2週だけトパンガリーグやっててチャンピオンシップとかやってるんですが。はい、詳しいんでこういうのうまいんで。ああなるほどね。もう第1回から電話しにお願いします。電話しに役目です。なるほどなるほど。もう基本的にオジリーグって手弁当でやるんですよ。うん、歌はねミートたけしに頼んで、うんうん、PV は石井に頼んでって、うんうん、要するに知り合いでなんとか回すっていうのが、はいはい、オジリーグでございますので。おっとこれはケイスケさんとケイスさんとオースさん。はい。これ何勝同士？オースが。オースに1かな？ね。ケイスケさんが1、2。なるほど。うん大須が勝つとこれは大須は優勝候補に行きます ね、 そうですね3勝1敗で、はい、なんでまあビリは相当なさそうな、はいうん、勝てばもうビリないでしょうで負けると 2-2 でケイさんも 2-2 となんか負けてほしいですね負けたら全然ありますからね1-3 コンビがいっぱい出てくれますんでこれからちょっとね俺イーフィクシャスの顔が見たいんですよねあそうですねマジで喋んなかったですよね顔土色でたまんなかったわあーけどうまいなやっぱりシーミー投げて。ああ、ね、V スキル。これ王子は無理ですよ。確かに。王子は無理です。おおお。タンチ回復して。次が発動。さあこっから本田。全然あるからな本田。おお。生岩と。さすがにそれは。ちょっと遠いよ、ね。もうちょっと近づいてやるよね。せめて。いや、ね、連覚じゃないですか連覚、うん。おお。いいよ岩と入るね。やっぱおじさんは。ああ。やった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 投げそう投げね投げ間広いですからね広い歩きも速いしレガと一緒投げもう一回あ見えない分かんないこれ当たる大丈夫か
えるな。おお。V スキルをさすがに。あ、さっき勝った R さん、R さん。R さん、こっち。サンちゃん、R さんと。あ、はい。R さん、ちょっとね、勝つと気持ち悪くなるんですけど、もう正月。我慢します、そこは。はい、お願いします。慣れてるんです、その辺。お願いします。はい。ガクトの。お疲れ様です。今 2-2 ですか。 2-2 になりました。ああ、よかったですね。 0-2 スタートの時はどうなるのかな。いや、でもね、全然ね、うん、0-2 の、 あのダメージ抜けてねえっすね。ありえないコンボミスしまくってて、うんうん、やばかったっすね。でね、 R さんは絶対ビリなんないだろうなと思ってたんですけど、ここに来るまでは、はい、0-2 スタート見て、これ R さんのビリの世界線めちゃくちゃ楽しみだなってちょっと思ってちゃったんですよ。あの、知ってます。あの、多分世界がなんか 俺かニャンシビリが絶対面白いから、うん、そこに負のパワーが向いてると感じました。カンちゃんだけじゃない。そうですか、はい、いやけど、まあ、2-2は全然安心できないスコアなんで。そうですね、うん、2-2 がやばいっていうより自分の動きがまだできてないのがやばいです、ね。うん、まあ、さっきの試合も確かに危なかったですもんね。いや、マジで鳥が目の前で落ちてくるやつに武神章当てるだけで武神章出ないっていう。うん、ビビりました。まあ、もう落ち着いたでしょ。そうですね、多分次あたりで頑張りたいです、うん、この辺か。でも今、うん、4敗がいるの。4敗が、うん、あのトパンガとかいう組織のボスが4敗らしい。なわけないやろ。いやいや、覇者やぞ。前回は覇者やぞ。あ、4-0 の間違いだったかもしれないね。じゃあね、全勝しよう。私は4敗で3敗組が誰だ。ミーとたけし。でも結構混戦だよね、うん、ミーとたけし。ハンさんはもう2勝してる。ケイスケさんが1-2なんで、これ負けちゃうとみたいな。ケイスケさんまだ1勝。そう、1勝2敗だったのか。これ負けると1勝3敗。まあ、匂いますね、ケイスケさんも。ケイスケさん、でも大仕事したからね。確かに、うわ、すごい。おでもあれじゃない、三太郎さんも最近あれじゃないですか、はい、トライアウトとか、うん、勝たなきゃいけない勝負やってるじゃないですか。はいはいはい、やってます。だから結構緊張する気持ちとか分かるんじゃないですか。分かりますよ、めちゃくちゃ。はいはい。ちょっとこれはひどいなってのは結構ありますけどね。そうですね。いや、あの次ないんですよ、これ。あ、出れない。死んだら、はい、もう多分スト5でオジリーグ出れないんですよ、うん、やばすぎますね。まあ、それやけど、なんか安心してとか言ってた人いましたよね、前回。ああ、だからまあそういういろんなコメントが出るんですけど、やばいっすね。お、ある。お、うわー、ありそう。コマナイケラ勝ち。あー、ふー、どっち。めくりから、これはゲージがない。残る。おっ、来た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 。あれ、左ではミートたけし勝ちそうじゃないですか。あ、これ勝った。ああ、勝った。あれ、あ、ミートたけし2勝目ですね、これ多分。マジか、うん、え、ハンサム今何勝。あ、2勝かカッパが動かねえ。はい、あ、わかりました。はい、あ、ありがとうございます。あ、いやいやいや、頑張ってください。ナイス、頑張ります。ありがとうございます。フロンタル来るか。ただのカッパでした。フロンタル何勝何敗。三勝一敗やるね。あ、やばい、競合してる。二人で喋っていいですか。違う、この二人で、二人で喋っていいっすよ。勝者。ミート君、ミート君、さっきはやられたよ。いやいや、まあ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 、まあ、ミート君のダブルキックは魂を、思いを込めてね。思い込めてこもってましたね。僕の、当然僕の勝ちです。2-0です。
あ、2-0? 2-0 です。さすがミートか。ただのカッパですよ、あいつ。なるほど。あの格好で、あの髪型で負けるわけですから、まあ、相当ですよ、あれは。とりあえずミートさん、あれですね、その、なんだろう、テンパってるプレーが出てるけど、あの魂こもってるから、ちゃんと意思は感じ、意思が出てます。LINE でコーディング軍団が今応援してるんですけど、はい、あのみんな動きは最低だって言ってます。いやでもね、あの大会そんなもんじゃないか。いやでもこれ最低になる、動きがなりますよね。なる。コンボミスまず出方じゃないですか。そう、まず慈悲深い動きになっちゃうもん。なるほど、峰打ちになりますよね。水戸黄門か俺らおじり行くぐらいになりますよね。マジでね、世界に優しい動きになっちゃうんですね、これ。いやでもね、今何勝何敗ですか。2勝3敗。あ、一応2回勝ってんのか。2回勝ったんで、結構貯金が。俺に勝って、あとあのカッパ、カッパか。でも豪輝に勝ったの結構でかくないですか。いや結構豪輝戦はやったんで、あ、フミティか、フミティに頼んでやって、まあ予想通りの動きだったんで。あ、その想定の枠のないよね。まあ、カッパは俺の想像の範疇を超えてこなかったです。超えてこなかったか。確かに。マジで金輪際俺には絡んでほしくないです。あ、なるほど。もうマジで、あのあ、もうやっつけたしね。今日勝ったんで、格ゲーマ人狼ももし共演することあっても無視します。あの、NG は出さないんだ。NG は出さないですけど、無視です。いやでもあれ、ね、でももうさ2勝ですか。3勝いっぱい。3勝いっぱい。ミートさんにやってなかったら俺全勝だったんです。あー、そうか。邪魔しちゃった。いや結構ね、いけると思ったんだけどな。ちょっとミートさんのね、ダブルキックを1回カウントしたじゃないですか、はい、あそこでちょっとあのもう打ってこないなと思っちゃって、はいはい、ちょっと攻めて強めちゃったら、しかも結構ミートさんその、いやでも俺なんかダブルキックこの1週間打ってないまで。いや、俺ミートさんの試合50試合ぐらい見たんですよ、試合。マジ怖え。見ましたんですよ。だけど直近打ってないじゃないですか。あんな甘えたダブルキックしか打ってないですよ。あれがオジリーグっすよね。いやでもね、なんだろうな、でもミートさん結構テンパるとダブルキック打ち癖あるんですか。ある、ある。あの野試合でも打つじゃないですか、うん、だけどね、そのあ、ミートさんテンパってるなと思わないところでダブルキック来たんで、それが良かったかもしれないです。俺のテンパりが上回ってどっか裏入った。いや、マジ読めなかったんですよね。で、一回ガードしたのが実は結構たまたまで。いやでも、ハンサムさん実はランクまで当たってほとんどというか一回も勝ったことないんですよ、実は。あ、マジか。うん、で結構悔しくて今回、あ、豪輝戦やって、相当豪輝戦やったんで、多分見てくださった皆さんガンシャリだった。あ、さっきのなんかスーパーテンパリバトルとは全然違う。全然全然、もうあの干渉干渉ちょっとね、自信つけさせてもらいました。あ、なるほど。俺なりの残空対策みたいなのあったんですよ。全部起動して。あ、じゃあ普通になんかうっかり勝ったとか、たまたまゾンカ当たって勝ったじゃなくて、タクタクで勝ったのか。そうです、ホッとしたとかじゃなくて、なんか自販機でジュース買うとか。あの、いろいろメニューあった中で、まあこれでいいかなみたいな。コーラ飲みてないと思って、コーラボタンを押したらコーラ出てきた。カラーみたいな。で、飲もうかなみたいな。OK。じゃあ7位。7位くん、いや、7位。俺のこと。入れんといけないところだ。おいしょ。いやー、気持ちいいな、これ。帰ってましたね。お仕事、お仕事してた。はいはいはい。これね、でもまだね、ヤンシさん0ですか。ヤンシさんは、そうですね、今、カスですね。いやー、いいな、これ9いいな。トヨマンさんだもんな。別にトヨマンさんに勝ちそうですからね。うん。しかも石井さんもめっちゃこれどっちも気になるな。石井さんも超いい。石井さんこれ以上勝ってほしくないんだよな。でも黒人さんに石井さん結構勝ってんだよな。マジか。黒人さんに、うわー、取った。めっちゃ決め顔してる石井さん。やべえな。めっちゃ決め顔してる。マジかよ。二枚さん分かってる。いや、これどっちも気になりますね。これ安心できねえな。石井さんの方言いますか。これで 1-0 か。 1-0 っすね。めちゃめちゃ待つじゃん。なんか石井さん落ち着き取り戻してきちゃった。
気になりますねこれ。てか結構裏で見てたんですけど、うん、裏で見てるときに俺こっちにいないと面白いことしすぎなんですよ、みんな。そうマジで、なんか舞い上がるし、はいはいはい、なんか峰打ちするし、いるときにやってほしいですね。なんか優しい戦いが繰り広げられてたね、さっきから。マジで。あー垂直、うん、あー画面足押し返す。あーここは発動させずに第2ラウンドへ。いやー石井さん今後まだ土ついてないですからね。このままだと黒人さんがそのまま優勝してしまう。とはいえ個人的には黒人さんにやってほしい俺は。石井を、石井を地獄に。ラストあわれている。あーキャンセルになっていないが切り替えて動きません。距離が足りない。手堅い打撃からドーバンスを対空よく見ている。押してくみた。あーっとこれはシフト手堅く守りました。黒人バイソン取り返して1-1だ。トヨマンさん、トヨマンさんがこれ1本取られてるじゃん。あこれあリーチです。おーあー失礼した。あいや、トヨマンさんがオジリーグしてる。オジリーグしてる。どういうことだこれ。優しいなやっぱみんな。何が起きるか分かんねえんだ。ここにあいつさんとかある。あいつさんに来てもらいましょうか。優しかったな今。やっぱ営業とかやってると優しくなっちゃうんだな。クーポンチブイバス皆さん、いらっしゃいませ。今俺強くなかった。いやまあ試合見た。ちょっと見ました。ちょっと内容めっちゃ良くなかった。序盤すごいいい感じでした。あと豊山さんがなんか変でした。え？豊山さんも変でした。マジで？豊山さんなんか俺だいぶ上手いことやってるなって。あとニャンさんは上手かったですけど、ニャンさんが上手いのに加えて豊山さんがなんか変でした、ね。確かに。そう。いやー。最初負けるとこんなに落ちるんだ。いやマジやばいっすね。ヤンさんさすがにそんなに落とすとは思わなかったな。確かに。いや今1勝4敗っすか。1勝4かな。やば。いやマジでねみんなすごいよ。え動きが本当にすごかった。あ動きがいい。あいやてかね多分ね俺動きがやばいってことですか。そうそうそう。ああ確かにそれ。俺動き多分ねそんなに悪くないはずなんだけど、みんなマジで殺しに来てる。まあそうっすね、うん、あめちゃ苦心してる。めちゃめちゃ苦心してる。バッドマナー、バッドマナーすぎる。なるほどね。なんだお前はやばいな。石井さんも序盤に流れ良かったんだけどな。これ結構一応並んだんじゃない？いや結構並んでますね。てか俺ちょっとあんまり喋ってるあれないんだよ。あなるほど。はいいっすよ。じゃあ向こう書いてきていただいて。いやニャンシさんね、負けが込んでても別に、まあ、俺は死難死みたいな、死難死みたいな空気が出てるからなんかあまし面白くないですよね。そう修羅場をさくぐりすぎてしまっているがゆえに、いや別に負けねえしみたいな、そういう感じね。淡々と仕事してますからね。まあでも正直そうなんだよな。結構序盤にきつい組み合わせもあったから。あなんか名前思い出せないけど、名前思い出せないけど、なんか誰だっけ、誰か分かんねえけどプレミアムコメント投げてくれてる。知らねえけど誰か。よく分かんねえけど、ありがとうございます。
屈伸して強かったなって最低すぎて。G2 は何でもある。いや、分かってますよ。なるほどね。いや、まだ最低限のマナーですけど。いや、俺、ヤンスターさっき BA 行くかなと思ったんですけど、いやでもね、テンパってんねんなと思った。あ、そうです。どうなるんだろうね。今回なんか結構みんな和気あいあいとしてるんだよな。マジで、あっこで BA と屈伸試合の方が。テンパってるなと思った。ケイスケさんと田広さんの試合、シャワルさんと織笠さんの試合ですね。でも結構大事なんだ。いや、だからあの CR の上に食い込んでくる。なんかみんなね、ケイスケさんは逆にこれなんか比較的なんか、例年に比べて、なんか穏やかな気持ちでやっている感じがあるんだよな。だからまだなんでしょうね。でもまだ、ニャンシ勝ったね。ニャンシ勝ったね。これめちゃくちゃ下、熱いんじゃない？熱いね。まだその時じゃないんですよね。大さん今日喋るね、やったらね。大さんというかシャーさんか、ごめんなさい。あ、クロンタさん、クロンタさん。どっちでもなかった。インフェクサス見に来たんですか。全然喋るね、今日。楽しそうだもん。謝罪してる。喋れないやつ、今誰なの。同じ団体に2人いるのはな、さすがに。本来喋れない。さすがにな、大変なことですよね。さあ、試合の方が始まっているようですね。森之介さんじゃない、あと石井さんじゃない、石井ちょっとやばい、石井ちょっとやばい、石井ちょっと一人さて、これとはいえこれどっちの方が気になるかな。ガヤ映してほしい、映してもらえればガヤの方全然映していただいて、あ、多分僕の席あんま映さなくていいですよ。多分ガヤの席の方が面白いんで。ケイスケさんの試合見ますか。ケイスケさんの試合見ましょうか。折笠さんの、ね、プレイスタイル、さっき石井さんと喋ってたんですけど、メイドインワリオっていう話になってました。メイドインワリオ、あの淡々とミニゲームを提出してミスったらあの死ぬみたいな。対空シュラップ、くぐれ、はい、一生無痛覚残空波動拳を打つみたいな、そういう。あ、いらっしゃいませ。誰もいなかった。みんな自分のことに必死で。やってよか、あれ、この勝ちの味を思い出して、はい、ペラリ出す人が多いね。そうなんですよ。しかも今回みんなちょっと勝ってるせいで、なんか危機感が足りないんですよね、例年に比べて。そうね、あのなんかもう多分中盤に差し掛かってるやん、はい、もうちょっと薄暗い空気流れてもいいはずないで。あ、そうなんですよ、なんかみんな楽しそうなんですよ、なんか全体的に明るい、うん、いや多分ね、次のターンぐらいじゃない。あ、まあ、次のターンぐらいですね、うん、休憩明けぐらいですかね。あのね、6個目の星がついてからやと思うわ。あ、まあ、そうですね、人数的にそうですね、うん、今一応左下のケイスケさんの試合を見てます。あ、でもね、今日ね、やっぱ宇田広さんの動きめちゃくちゃいい。そう、宇田広さんの動きが超いいんですよ、うん、めちゃくちゃいい。でしかもあの3位期待、勝てるぜ対負けてるぜやから、うん、こっから差が広く開く可能性ある。そうですね、今タートと知りましたからな。いや、R さんも勢い引き返したしな。そうなんですよ。ちなみに七井君は、はいはい、優勝と最下位予想誰の。黒人さん優勝の、うん、石井さんか折笠さんかなって思ってたんですよね。で、今日一緒にやった感じだと石井さんが死にそうだなと思って、うん、あのスパーした感じ。はいはいはい、はい、あのしかも石井さんあれやから、あの結構隅っこの方で一人やから。あ、そうですね、心も弱ってるはず。心も弱ってるよ。あ、そうなんだ、うん、そう、なんなら今日スパーした時台足に一回も確定が返ってこない。興味ないんだなって思いました。あれちゃう、台足の、見たことなかったまであるって。そう、多分初めて見た技なんかなって。あるそう、クラップ蹴るために台足してたの。おお、一度も確保。うわー、舞い上がった。これがね、結構なんか今日みんなあの嬉しいのか分かんないですけど、うん、ガッツポーズしながら飛び上がるんですよ。あ、大事な局面です。かぶっとるね、感情を表現するあの R さんの V トリーニングがほぼ当たってないのかなり好きやけど。そうなんですよね、目の前でスカるという。
R さんのプレースタイル的に、うん、あのやっぱ無痛覚のスライディングが強いじゃないですか。そうね、そうね、スライディングがで、時間を考えない回して前捨て台系と飛び飛び、そう何時かかってなんですけど、今回はなんか覚えて新しいことをチャレンジしようとしているタイプ。なんか持ってきた感あるのよな。そう、準備してきた感そう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 ありますよね。お、さて、圭介さんもこの試合ね。あー、これはカルラテンさん、カルラテンさん、これ投げて落ちますね。これ、こっからかっからかなりやつ。お、あ、ありそう。あー、バックステか。バックスですね。おー、安定。いや、これは分かんなくなりましたね。圭介さんも大いちょう。いやー、俺なー、オジリーグねー、あれなんですよね、そのみんなな、あの相手舐め腐った中段とかで倒そうとするやん。はい、もうそれ当たった瞬間に、おじっていう交換を入れてほしい。おじっていう交換を、そう、人を舐め腐った中段とか、なんかどうやったらミスんねんそれみたいなコンボをミスった時に、はい、おじっていう交換を、すごいなんか画面とか光ってほしいですよね。おじっていう、すげえ間抜けな SE とともにおじっていうやってほしいな。しかもこれ1-1ですね、圭介さんと宇田平さん、うん、投げて画面出し、これはめくる、あ、これ逃げたのでかくないですか。8強本陣 DX 竜巻ズーツキー落としている。あ、ちなみに右も熱い、右も、ま、マジ熱いっすね、うん、あーちょっと元気いいな。そんな叫ばんでも聞こえるやろ。あー、そんな息を吹き返してる。あっと、岩戸からガードしている。マジか、シャガ強張り手から安い、完中。わあ、これわからん。ええ、カウンター、ダブルアップ、ナメプレー。いや、ダブルアップ。ナメプレー、オジの極み炸裂ですね。しかも立ちくらいなんかポイント高い。立ちくらいカウンターです。ちゃんとつながります。ポイント高い、すごいな。そりゃ怒るわ。そうですね、そりゃ怒るよ、あんなんされたら。ステップ投げ抜けている。好き？立ち強。足りて。わがままやな。この橋の状況。しっかり。おっと落として。ガードする。投げて。ああ、と弱中からカウンター確認コンボ。粉塵から勝利2発。あ、これは危ないんじゃないか？バックショット。何それ？初めて見たそれ。絵が面白い。あ、でもこれが出てましたね。ジャンプジャッキーやったね。あ、なんか踏ん張ってるみたいな感じで。絵が面白かった、絵が。あ、うわ、刺さった。確定してる。これたまらない。これどうするんやろ。タッチ押している。何見えてん。やばいっすね今の。あの V リバとかもせず、なんかポンって出したのが、手を相手を押したら倒れた。お、指当たっただけやろ今。おーっと、突き。そして中足、ここでも確認している。足に投げて、またもや、打たれればチャンスになるか。着形、突き、そして張り切り中シャドウ。これで堀川が保っています。張り手に当たっている。張り手から岩戸、画面端中キック、投げ抜けている。剣あれやな、岩戸。あー、安い。ステップ投げ抜けている。いやー、これは熱い。お、ブイゲージ貯めに行きます。これクラカンすれば、もしくは頭突き食らってでもゲージか。あー、もう頭突きで発動やね。あー、頭突き。あー、おいちょ、どうだ、まだ残っているぞ。25中盤、ヒートラシから後ろ投げ、これは大チャンス。ブイリバ、え、え、ブイリバしないの、この人。ブイリバ、あー、マジか。我慢強すぎる。あれか、ブイリバっていうシステム教えたるよ。システムなどいらず、己の防御力のみで。あの、ブイリバ使うときと使わないときの基準を教えてくれ、基準。基準を教えてくれ。使わない。温存でしたね。温存してた。あの、さっきもやってたんですよ、みんな。V ゲージ募金っていう、はいはいはい、無償で V ゲージを上げてた。そう、慈善団体に提出するっていう。
一億パー使うねんけどな、V リバー。ちょっと休憩なの。一億休憩なのか。はい。あ、了解しました。さあ、それでは中盤までやってきたということで、え、これ誰か台本持ってった僕な。あ、ありがとうございます。さんの試合は映えるね。はい、いただきます。はい。はい。さあ、スコア表の方をまずは見ていきたいと思います。もうちょっとアップで映していただけますか。5試合終了か。そうですね。5試合終わってという感じでございます。もうちょっと寄ってください。スコア表お願いします。反射してで見えないっていうのと数字がですねちょっとちっちゃいので、もうちょっとスコア表寄ってもらえますか。これでいけるか。いけますかね。ヤンシさんが1勝4敗、トヨマンさんが3勝2敗、国士さん5勝0敗強い、R さん3勝2敗、折笠さんが2勝4敗、ちょっと1試合多いのかな。折笠さんは2勝4敗、歌広場さん3勝2敗、石井さん1勝4敗、大須さん3勝1敗、1敗、そうちょっと少ないですね。うん、たけ違う、たけしさんじゃないや、たけしさん、さん、たけしさん、たけしさん2勝3敗、圭介さんが2勝3敗という状態になってます。1勝4敗だから今一番下なのが、石井さんとにゃんしさんですか。そうやね、そうですね、はい、になってますね。折笠さんだけ試合多いと。いろいろあった。あの多分ニャンさんがマッチ組んでるんですけど、まあ、ニャンさんも言うて視線を、うん、あの死の淵をさまよってたので、そう、ね、判断ミスが起きたと。いや、だって開幕折笠さんがその0-2になった時、はい、ガヤ席のあたりをあのやべえやべえって上ごと言いながらぐるぐる歩いてて、誰も声をかけないって。やばい、だいぶやばいことになってますね。あれね、あれ梅原さん見てたら多分めちゃくちゃ喜んだと思う。そう、確かに今日はいないですからね、うん、さあというところで折り返しといいますか、最終局面が迫ってまいりましたが、ここで15分間の休憩を取らせていただきたいと思います。休憩中にはですねスポンサー様の動画 CM を放映いたしますので、こちらねぜひご覧ください。今回スポンサーさんがいらっしゃらなかったら開催できませんでしたので、皆さん休憩の前にこちらご覧になってください。それでは一旦失礼いたします。またお会いしましょう。あのオタクのヤデカリという会社さんでございまして、あのオジリーグのスポンサー様なんですよ。ただですよ、僕格ゲーマーのこと信用してませんね。格ゲーマーはだいたい仕事できませんね、社会性ありません。そんなやつらがね会社やってて大丈夫なのかと。あのダメなものはノーと言いますから。私みんなオタヤド使ってるんですか。かなりちょっといい感じだぞ。おい、こんだけお前ゲーマーとかの寄りに探してくるとかなかなかです。結構味方っぽいんですよあなたが、どうやら。あ、そうなんですね。いや、それありがたい話ですけど、なんなら2年前ぐらいちょっとなんで名古屋なかったかと俺思ってるから。東京、千葉、神奈川、埼玉、あ、もう本当もうそのまま読んじゃってますけど、物件全部紹介できて、はい、手数料は全部の物件が半額で、はい、まあ、ネット回線のに強 い, 強い、あくまで強い、はい、あのガチャが高確率でできると当たると、はい、で、ね、有名なあの格闘ゲーマーの方も、ね、これもう見れば、まあ、黒人さんのね、もうみんな知ってます。ハイタリ、ナウマン、藤村、トラッシュボックス、もう絶対知っ て,、はい、知ってると思います。もうなんかすごい宣伝していただいたりしてる、会社です。おたよどさん、今回もありがとうございます。みんな、引っ越しならオタクのヤダカリよろしくね。